おはようございますえただいまから町づくり委員会を開会いたします本日は都市計画局関係で報告一件の聴取を行うことといたしますまた本日は建設局については報告案件等がありませんので質問のある方はただいま挙手していただきあらかじめ質問内容をお申していただきますようお願いいたしますそれではいかがでしょうか都市計画あの建設局に対しての質問です、はい、3名そしたら まず山根議員お願いしますえっと JR 奈良線の第一五稜踏切と長岡踏切についてというのが一つともう一つ大宮交通公園の再整備についてお聞きしたいと思いますはいでは曽我委員お願いします,、はいえーですね、都市河川整備の,あの今の進捗状況についてはいでは大西委員はい 私は2点ありまして1点目が道路標識の件そしてもう1点目がヒアリヒアリの件あヒリます、はい、それではただいまお申し出のあった質問については都市計画局の審査の後に山根委員、蘇我委員大西委員の順で行うことといたしますなお改めて申し上げますがお申し出のあった方以外の委員の質問は 当該質問に関連する内容以外は認めませんので、ご承知おき願います。それでは、都市計画局関係の京都市・京町屋の保全及び継承に関する条例、各個過小、骨子案に関する市民意見募集の結果についての報告を聴取いたします。理事者、報告願います。<laughs> 高橋町再生総 創造推進都市あすいません、えー、町再生す、えー、創造推進室都市づくり企画担当部長はい着席して説明してください、えー、はいわかりましたありがとうございます <laughs>、えー、それではあ京都市、えー、京町家の保全及び継承に関する条例え古、ー、市に古市案に関する市民意見募集の結果について、えー、ご報告申し上げます。 資料といたしましては、まちづくり委員会資料のほか、別紙として市民の皆様のご意見と本市の考え方をまとめた資料、参考といたしまして、京都市京町屋の保全及び継承に関する条例、過少に関する市民意見募集冊子をお配りしております。それでは、まちづくり委員会資料を左方、左肩にまちづくり委員会資料と記載している資料をご覧ください。 京都市では京都の歴史文化および町並みの象徴である京町屋の保全および継承に向けこれまで多様な主体と連携してさまざまな取り組みを行ってきましたしかしながら今もなお京町屋は年間約2%の割合で滅出が進行し京町屋の空き家率も14%を超えていますこのような状況を踏まえまして昨年度京都市京町屋保全活用委員会を設置し 京町屋の保全及び活用に関する基本的な方針の在り方および京町屋の解体を事前に把握し保全及び活用につなげる仕組みについて議論を重ねてきました。 そして同委員会からの答申を踏まえまして、京町屋の保全及び継承を推進するための条例を制定することとしました。このたび、京町屋の保全及び継承の推進に向けた基本的な取り組みや、京町屋の取り壊しに関する手続きについて定めた条例骨子案について、市民意見募集を行い、その結果を取りまとめましたので、ご報告いたします。 それでは1番、市民意見募集の概要でございます。募集期間につきましては平成29年6月2日から7月2日までの1ヶ月間としました過去に周知方法につきましては6月1日号の市民新聞やホームページへの掲載に加えまして市役所の案内所各区役所、支所、出張所等での配下のほか不動産建築団体などにもご協力いただきまして幅広く周知を図ってまいりました。 また、括弧三でございますけれども説明会に開催、説明会の開催にございますとおり、6月18日から6月26日までの間に、市内4会場で計5回説明会を開催し、183人の方にご参加いただきました。4番、市民意見募集結果でございます。あ意見数につきましては、229人の方から795件の貴重なご意見をいただいております。2ページをご覧ください。 ご意見をいただいた方の属性については別紙1に記載しております、えー、恐れ入りますけれども別紙1、えー、別紙をご覧ください、えー、別紙の方でまず1番、年齢でございますけれども 40, 代40歳代、50歳代の方がそれぞれ18%、17%と最も多くなっておりますけれども20歳未満から70歳代以上まで幅広い年齢層の皆様からご意見をいただきました。 2、性別でございます。男性が72%、女性が21%となっております。3、居住地等でございます。市民在住の方が52%、市,市内に通勤・通学をされている方が27%となっている一方、市外の方からも意見をいただいております。4、京町屋の所有状況及び利面の5、京町屋への居住状況でございます。京町屋の所有者の方が21%、 京町屋に居住されている方が16%となっておりまして所有者や居住者の方からも多くの意見をいただいておりますそれでは恐れ入りますけど先ほどの資料まちづくり委員会資料の2ページにお戻りくださいうご意見の内訳でございますけども1の京都市京町屋の保全及び継承に関する条例、過小骨子案の全般についてのご意見が272件 2の京町屋の保全及び継承に関する施策に,施策についてのご意見が393件3の京町屋の取り壊しに関する手続き等についてのご意見が99件4のその他のご意見が31件でございました絵のご意見の内容と本市の考え方につきましては別紙2にまとめておりますので主なものを紹介させていただきますそれでは別紙2をご覧ください ホチキス止めをしている資料だと思います、えー、まず1番、えー、京都市京町屋の保全及び継承に関する条例個市案全般についてのご意見でございます、えー、まず条例全体の方向性に関するご意見として、えー、1、えー、京都市の取り組みに賛成である期待するというご意見をいただいておりますまたあー2所有者に過度の負担がないよう配慮していただきたいというご意見もいただいております 本市といたしましては、条例の早期制定に向け、作業を進めるとともに、条例制定後は着実に取り組みを進めてまいりたいと考えております。また、所有者だけではなく、多様な主体によって、京町家の保全継承に取り組むこととし、本条例に基づき、保全継承を推進するための支援策として、資金的な課題や技術的な課題など、所有者の方が抱える負担を軽減するための支援策を検討し、取り組んでまいります。 2ページをご覧ください続きまして京町屋の定義条例,に関す条例の対象に関するご意見として8番でございますけど京町屋の定義を明確にする必要があるといったご意見をいただいております本誌といたしましては京町屋の定義についてはより具体化しイラストなども用いながら分かりやすく説明していくとと,ともに 昨年度実施した京町屋町づくり調査の追跡調査によって把握している京町屋について条例制定後全戸に対し制度の周知知らしをポスティングする予定にしておりますなお京町屋に該当するかどうかお問い合わせがあれば本誌で確認の上対応してまいります3ページをご覧ください取り,組みに主体取り組みの主体に関するご意見として14番 京町屋の保全継承のためには各主体の連携バックアップが重要であるといったご意見をいただいております本条例では所有者だけではなく本市をはじめ使用者不動産事業者建設事業者解体工事業者市民その他の事業者自治組織および市民活動団体等がそれぞれの役割に応じた取り組みを行うとともに相互に連携して取り組むこととしておりまして 本市といたしましては、多様な主体によって京町家の保全継承に取り組んでまいりたいと考えております。また、下の方、その他のご意見として、19番、京町家を保全継承する必要性について分かりやすく示すべき、20番、条例内容について、所有者、市民その他の、その他全国の関係者へ丁寧な説明が必要といったご意見をいただいております。本市といたしましては、京町家の滅出は進行しており、 所有者や使用者の方はもちろん市民活動団体や事業者、市民の皆様お一人お一人と京町屋の価値や危機感を共有することが重要であるため条例の趣旨等についてしっかりと周知を行い京町屋の保全と継承により一層取り組んでまいりたいと考えております4ページをご覧ください。4ページの中ほどに 京町屋の保全及び継承に関する施策についてをご覧ください施策全般に関するご意見として1効果的な支援策を具体化していく必要があるといったご意見をいただいております本日といたしましてはこれまでも京町家の維持修復及び改修の推進京町屋の継承の推進や活用の推進 京町屋の改修等に関する技術の継承等支援策を講じておりますが今後も引き続き効果的な支援策について検討を進めてまいりたいと考えております5ページをご覧ください次に普及・啓発に関するご意見として7番京町屋の文化的・景観的・経済的な価値について一般市民への周知が必要であるあらゆる世代・性別・国籍など幅広い人に のの必必要要性をを認識しててもらうこととがが大切である情報発信の強化いいいったたご意見をいただいております本市といたしましてはこれまでも京都市景観まちづくりセンターにおいて相談、セミナー、シンポジウムワークショップ等を実施し京町屋が持つ多様な価値の発信共有を図ってまいりましたが今後も条例収支と合わせて効果的な情報発信を行うための戦略的,戦略的な手法の検討を行ってまいりたいと考えております。 6ページをご覧ください。次に京町屋の維持修復及び改修の推進に関するご意見としまして13番でございますが現在の補助金制度は制約が多い改修工事への助成拡大や外観だけでなく内部への改修助成が必要といったご意見をいただいております本誌といたしましてはいただいたご意見を踏まえ既存の施策の拡充も含め 京町屋の保全継承に効果的な支援策について検討を進めてまいりたいと考えております7ページをご覧ください京町屋の継承の推進に関するご意見として22番でございますが固定資産税や相続税の負担軽減が必要ではないかというご意見をいただいております 本市といたしましては、京町屋の維持に関する負担軽減については、補助金等を含め、さまざまな観点から総合的に支援策を検討してまいりたいと考えております。また、相続税につきましては、本市から京町屋の保全及び継承を推進するための相続税の軽減措置等を30年度国の予算施策に関する提案、要望として行っております。8ページをご覧ください。 京町屋の活用の推進に関するご意見として25番京町屋の需要と供給をうまくマッチングする仕組みの構築が重要というご意見をいただいております本市といたしましては平成28年度に実施したマッチング制度の検討および施行実施の結果を踏まえまして京町屋の所有者や活用希望者が安心して相談できる体制を含めたマッチングの仕組みの構築について検討を進めてまいりたいと考えております 9ページをご覧ください次に京町屋の改修等に関する技術の継承の推進に関するご意見として35番ですけれども京町屋の良さや京町屋らしさを残した改修を推進する必要がある改修工事の手引きやガイドラインの作成活用事例のについての普及啓発もしてほしいといったご意見をいただいております本主といたしましては活用事例集の作成配布などを通じてより まあ良いですね、改修事例を紹介するなどにより、京町屋の良さを生かした改修方法の普及、啓発に努めてまいりたいと考えております。10ページをご覧ください、その他のご意見として、40番、年代にかかわらず価値ある建物は保全することが必要ではないか、また新しい京町屋や優れた景観の建物を新しく建てることも必要ではないかというご意見をいただいております。 本市といたしましては伝統的な京町屋の知恵と現代の環境技術を融合した京都型の環境廃炉住宅平成の京町家の新築について普及を進めてきており京都にふさわしい新築木造住宅の在り方についても今後検討を進めてまいりたいと考えております11ページをご覧ください3番京町屋の取り壊しに関する手続き等についてまず手続きの 手続き全般に関するご意見として一番でございますけれども、事前届け出制度について、市民、所有者、解体事業者への丁寧な説明が必要であるというご意見をいただいております。本市といたしましては、条例制定後、京町屋まちづくり調査で把握した京町屋について、全後に周知しらしをポスティングする予定です。また、個別に指定する京町屋については、指定後に個別に通知をするほか、 区域を指定する京町屋についても説明会の開催等を周知に取り組んでまいりたいと考えておりますさらに解体工事業者をはじめとする関係事業者に対しても制度の内容について周知を行い京町屋の保全継承に向けて連携して取り組んでまいります次に指定に関するご意見として3番でございますがどのような町屋が指定されるのか指定の基準を明記すべき選定対象とする町屋について 区域を限定すべきではないか行政区全体を対象とすることや街路沿いなど線で指定することも必要ではないかといったご意見をいただいております本市といたしましては例えば個別指定では外観の特徴を多く有しているものや歴史的価値が高いもの区域指定ではすでに景観保全の観点から指定を行っている歴史的景観保全集計地区や界隈い景観整備地区などどのようなものを指定すべきかについて 今後、条例に基づき設置する審議会の意見を聴取した上えで策定し、公表してさせていただきたいと考えております。また、4番でございますけれども、指定にあたってはあ、所有者の同意を得ることや、意見を述べる機会を設けるべきではないかとのご意見をいただいております。本市といたしましては、区域指定や個別指定の対象となる京町屋は、滅失による地域の景観や文化の継承に大きな影響を及ぼす貴重な財産であることから、あ支援策等を漏れなく届け、 保全継承につなげるため所有者が取り壊そうとする際に確実に京都市に届け出がなされるよう指定にあたって所有者の同意を求めないこととしておりますが所有者に対してあらかじめ情報提供を行うなど、まあ、丁寧な対応に努めてまいります12ページをご覧ください次に届け出時期に関するご意見として10番1年前までの届け出は期間が長すぎるのではないかといったご意見をいただいております 本市といたしましては所有者自らが建て替える場合には設計施工業者の選定やプランの検討などそれから事業者に売却等に売却する場合には事業者側の事業計画の策定や資金調達などそれぞれ1年程度かかることが一般的であることから取り壊しの1年前までに届け出をしていただくこととしておりますなお取り壊しの届出後活用提案等を行ってきたものの活用の可能性がないと客観的に認められる状況となるなど やむを得ない事情がある場合には手続きをした上で届出から1年までの取り壊しもできることとしております13ページをご覧ください次に実効性の確保に関するご意見として16番罰則には反対であるというご意見と同時に17番所有者に対する罰則がいるのではないか厳しい罰則が必要であるというご意見をいただいております本誌といたしましては所有者が取り壊そうとする際 確実に届け出をしていただき、支援策等をもろなく届けられるよう、手続きの実効性を高めるため、個別指定の京町屋に関する手続きに対し、罰則加料を定め,ていただき定めていきたいと考えております。15ページをご覧ください。あ失礼しましたあの14ページあ、14ページでございます、14ページをご覧ください。 4番、その他でございますけれども、1番、マンション建設に対する規制強化、事業者への指導強化をすべきというご意見をいただいております。本市といたしましては、建設事業者に対する責務役割として、事業活動を行うにあたっては、京町屋の保全継承に配慮することを位置づけ、マンション建設にあたっても配慮するように、啓発をしてまいりたいと考えております。 以上、市民の皆様の主なご意見とご意見に対する本市の考え方についてご説明させていただきました。なお、市民の皆様のご意見と本市の考え方につきましては、本市のホームページに掲載することといたします。それでは、恐れ入りますけれども、最初にご説明したまちづくり委員会資料にお戻りください。左肩にまちづくり委員会資料と書かれた資料でございます。2ページ、まあ、裏面ですけれども、 今後、ののの予予定定をご覧ください 2, ページ今後のよ2番今今後後です今後市民意見募集でいただいたご意見の内容を踏まえて検討を進め、本年9月市会に条例案を提案させていただく予定でございます。条例の施行時期についてでございますが、理念,理念等についてはあ速やかに施行し、周知を図ってまいります。ままた事前届出制度につきましては 届け出の対象となる京町屋を指定した後周知期間を設けて施行する予定としております報告は以上でございますはい、ありがとうございましたそれでは質問のある方挙手をお願いいたします、はい、それではあの都民どうぞよろしくお願いします おはようございますこの京町屋の保全に関しましては京町屋だけではなしにこの京都のこ,のことを守っていく今まで保存と開発っていうので、まあ、これ何十年間ずっと議論してきたわけですが、まあ、その間ですねあの国に向けて京都は単に京都の市民だけの,その財産ではないと日本の財産であるということからあの京都創生ということでですね、うん 国に対して、今までずっと要望し続けてきてたんですが、最近あまりこの国に対するその京都創生に関して、あまりちょっと言われなくなったんですが、今現在、この要望はです、ね、ずっと強力に続けておられるんでしょうか、高橋担当部長、はい。お答えいたします。 京都は日本の宝であるということで、えー、京都の創生というのが非常に大事だということでございます。であの毎年度です、ねえー、京都市ではあ国に対して、えー その,ね、その次の年度の予算、施策についての要望活動というのを、市長が筆頭となって行ってきております、また、日本の京都の勉強会ということで,です、ねあの、京都市の施策について説明をしたりとか、また、国の関係者の方々を京都にお呼びして、京都のさまざまな場所をご確認いただいて、より施策についてです、ね、ご理解をいただいたりとか、そういった取り組みをしております。 で京町屋に関してでございますが、平成30年度の予算施策の要望の中で、ですね2つのことを要望しております、1つは相続税の軽減措置等ということでございまして、相続税の軽減、それから相続税の納税猶予ということについて要望をいたしております。 からもう一つが、建築基準法の,その適用の緩和ということでございまして、例えば水回りをですね回収する際に、そういったことはですねあの京町屋では一般的によくニーズとしてあるわけなんですけれども、水回りの回収をするときによりやりやすい方法にするとか、そういったことをですね国に対して要望してきております。 春ごろ、要望いたしておりますけれども、その後もです、ねえー、機会を捉えて要望をい,、ま、いたしておりまして、今後、国の予算編成に向けまして、さらに一層です、ね、取り組みを推進してまいりたいと考えております都民。富井委員なぜそんな質問をしたかといいますとねあの、京都市総体全体で,です、ね、京都市総体として、まあ、これ、を府も一緒になって。 この,ものを進めていくんじゃないくなかと当時、国会議員にもそれぞれの,あの所属の国会議員も要請をしたりいろいろやってきたんですがでその時にはその、まあ、国会の方も京都選出の国会議員さんのほうもあの、まあ、全部の会派の国会議員かどうかちょっとそれは分からないんですけどうちの若い会派の国会議員も、まあ、い,いっぺん取り組んでみやないかということで。 あれは確か、松本市長の後半の時期ぐらいからですね、えー、また今の,あの門川市長になってからでもその頃ぐらいからかなりまあ強く、まあ、議会の方も東京でいろいろ言うてきたりしたんですがその熱があんまりこうだ,んだ,んだ,んだんだんなくなってきてですねその時にはあのー、今、武長がおっしゃったように京都はやっぱり日本の宝であると。でだから やはりあの政府として当然、京都は守っていくべきではないかと、だから今の,そのおっしゃったこの相続税の問題、税の問題から、それからこの保存するために国の方からもやっぱお金出せやというようなこともずっと言うてきたわけですが、ただ、あの頃と比べて、何かやっぱりこうどん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 ,そのもうなんか諦めムードになってきているような気もするんですが。 われわれ議会のほうにもまあこれは責任があると思っておりますけれどもただ、そういう中で今後、この京町屋を保全していこうという場合ですねまああのこうして市民意見を取られて今後京都市独自でもうできうるりまりやっていこうということがこのいろんな意見に対しての回答でこうして出てきているわけですが私はもう一度あの国の方に対してもですね 我々議会もちょっとこれからもいろいろ議論もしたいと思うけどもさらに今まで,以上今今まで同様にです、ね、あの何年か前に戻ってちょっと国にかなりまあ要望をし続けていきたいなとこのように思っているんですが、まあ、執行部の皆さんとしての,その国に対してです、ね、その特に部長は国から来られたでしょだから本当は、まあ、あの国の役人,役人の皆さんが、ねまあ、その辺をもうちょっと理解してもらいたかったんやけども 部長は国交省から来たそうやね省、うん、に今まで僕らずっと言ってきたんやけどもあのそれをもう少し今あの、まあ、局長も国の方からも来られてるしで部長もあの国の方から来られてるんで、まあ、この際にですねもう一回やっぱり国に対して強くねやっぱりこう、まあ、文化庁も移ってくることですから、まあ、これを契機にですねあの国に対してもう少しやっぱり京都に目を向けてもらうような あの運動をね、やっぱりやるべきではないかと、このように思っておるんですが、まあ、それは我々の議会も、一番いいのは全部意見がそろえいいんですけれども、あのまあ、できるだけ調整をね、まあ、議会は議会なりにで、えー、させてもらうなりしてです、ね、まあ、皆さんと一緒にもう一回、強力なね、そういう運動を進めたらどうかなと思うんです、まあ執行部の立場としては、そういうのはどうでしょうね高橋知事担当部長。 <laughs> はい、えー、とあの京都市としては、ですね毎年度、要望をいたしておりますけれども、あの総合的にさまざまな分野について、要望項目をですね挙げて、であの重点的な要望項目については、ですね市長が直接、個別に説明をしに行くとか、そういった取り組みをしているところでございます。<laughs> でえーとまあ、私も、ですねそれからその局長もあの先生がおっしゃったように国交省から来ておりますのであの自分の所管の部局、まあ、あの統治計画局の話に限らずですね国交省の施策についてはあ、まあ、あの相手にご理解いただけるように、えーえー、努力をしていきたいというふうに考えております。で京町屋についいてでございますけどもあの昨、えーと 効果は上がっているのかと言われれば、あの我々としてはです、ね、効果は上げてきていると考えておりまして、その景観重要建造物ですとか、あ歴史的風池形成建造物については、従来、相続税については何らです、ね、なんら軽減措置がされていなかったわけなんですけれども、あの平成28年にようやくです、ね、うちのあ、まあ、当,当市、京都市の要望が認められまして、 30%のの相続税評価の軽減がされたとい今年度もですね、先ほど申し上げたように、京町屋に関するその相続税の評価の軽減とか、お願いしておりますけれども、これまでと違うのは、これまではです、ね、あの京町屋の相続税の評価を軽減してほしいといったときにもあの、どの範囲が京町屋なのかというのが、 なかなかはっきりしなくて、国の方も対処しづらいというのがあったかと思います。で今回の条例の中では、京町屋の定義をはっきりさせるとともに、えーまあ、あの重要な京町屋については、指定をしていくということですので、対象となる京町屋が明らかになると、こういったことをです、ね、国に対しても伝えて、 その指定京町屋等についてはあ、軽減措置をしていただきたいということですね強く言ってまいりたいというふうに考えておりますぜひあの、国交省から、ね、あのこの協定、わざわざお越しをいただいていることですから、ぜひ、まあ、あの国交省に対しても、ですねぜひあの、強力に、ね、あの皆さんの方としても、ぜひ言って、 それを、あのー強,力にまあ、強力にぜひ、要望をです、ね、していただきたいと、まあ、このように思います、まあまあ、説得を、ね、できるだけしてもらいたいなと、皆さんの古巣の本性に対してです、ね、ぜひ一つお願いしたいなと思います、それからあの、あのー、外国なんかを見ますとね、あのー、保存地区と、まあ、要するに旧外区と新外区。 ってていいいうのだた今決めてるんですよね。でまあ京都もいろんなこのそれぞれのエリアエリアでまああのなんこう区分けしてやってるんですがどうもね見ててそのまあパリとかそれからリスボンとかですねまあああいうそのそれから同じ姉妹都市のチェコのどこやったかなプラハかとかですねまああの、まあのま要はあちこち泳いでもらいましたわ。 で勉強させてもらいに来ました当然観光する言たらまたメディアに叱られるんであんまり僕らあんまり観光はできなかったんけどあのただずっと見て回ったときに例えばエッフェル塔からこう見たらです、ね、もう確実に、ね、厳しいところと旧外区ものすごい厳しい罰則も厳しいところが一方では新外区はです、ね、ものすごいその高層の、ね、近代的なビルがあ でプラハなんかもプラハ城から見たらもう一目瞭然もう旧外区と新外区がはっきりしてる、まあ、そういう形でまあずっと保存されてきたんだなとでただしそのこれ罰則の話もこうして出てますがもうとんでもない非常に大きな罰則を課してるわけですねだからそちらのその所有者は自分では絶対触れないもう全て許可がいて あのがそのとかいろんな条件がつくとただし新外国においてはもうできるだけ緩和をしてですねまあ経済中心にやるというようなまあそういうこのメリハリの,つつつあのメリハリがあるようなそのこの保存の仕方をっていうんですかちづくりをしてるんですがそういうところとこの京都を比べますとですねあのー。 ちょっと嫌な,あのいない言い方になりますけどちょっと中今までやっぱり中途半端ではなかったかなという気がするんです。ですからこんだけ京町屋が昔から、まあ、繊細に合わずにあのこうして効か不高か、まあ、これ別としてこれだけ、まあ、あの文化的な価値のある京町屋が残ったわけでしかしながら今の時代でなかなか若い人たちが京町屋に住んでくれない。 もういるのはじいさんばあさんそのじいさんばあさんももうどちらかというと施設に入っちゃってでたまに風通しをよくするためにその息子さんや娘さんとかお孫さんがたまに来て開けて空き家になってるそのうちどん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 老朽してですねで潰そうとしかし潰すにしても潰したら まあさっきの相続税の発生も出てくるし、であのそれからまたあの固定資産税ですね、固定資産税の問題も、これ固定資産税は自治体ですから、まあ、いろいろあるということで、であのなかなかそのどうしていいかわからないというのが、おそらく現状ではないかと思います。で僕ははの今の、えー、報告をお聞きしましまてです、ね、あのご意見は もっともやなといろんな方々のご意見で結局は意見の数とそれからその内容はですねあの本当にあのやっぱり比例してあの我々が気にしてること我々が心配してることで我々が今後課題としてやっぱりあの問うていかなきゃいけないなということはいうことについてはやっぱり人数が多いですね。でこれはやっぱりあ,のある程度その 京町に対するあの市民の意見がある程度反映できているのではないかなと、まあ、このように思っております、そこで、1つはあの、何ページだったかな、罰則には反対である、13ページね、で所有者に対する罰則が緩いのではないかえ、厳しい罰則が必要である。で あの所有者と所有されてる方と、それから所有されてない方とで、やっぱり意見がいろいろ異なると思うんですねで、そこでね、ちょっと確認したいのは、この罰則には反対である、それからあの罰則が緩いんではないか、大体いい罰則に対して反対する人は、所有者の人たちの意見の方がなんか多いというような気がするんです。 私がもし京町屋を持っておれば、おそらく罰則の、そんな大きな罰則を稼んどいてくれやと、うちもいろんな事情があるんやというような話になると思うんですね。で、えー、今度はあの所有者に対する罰則が非常に緩いではないかと、厳しい罰則が必要であるというのは、その所有者でない方、要するに京町屋を守ろうという方はですね、逆に、 罰則が緩いんではないかということを大体みんな言うんではないかという、そういう傾向にあると思うんですけれども、この点についてはね、あのその皆さんで、えー、意見集約された中で、その所有者であるのか、所有者,所有者と所有者でないのか、この打ちはどうなっておりますか。高橋担当部長 今、ご説明いただいた、別紙2の13ページ、罰則には反対である、16番から17番にかけてでございますけれども、まずその16番の罰則には反対である17名の方からご意見をいただいておりますが、所有者の内訳ですけれども、そのうち7名ということになっております、7名,7名ですね、七名が町屋所有者でございます。はい ですので、17 7割17ということで、約4割が町屋所有者の方ということでございますで。その一方で、その次ですけども、17番、所有者に対する罰則がいるのではないか、厳しい罰則が必要である、こちら、10名の方からご意見いただいてますけども、そのうち4名の方が町屋所有者でございます。割割合にしますとやはり4割が 町屋所有者の方ということですので、まあ、罰則に反対である方がです、ね、ほとんど町屋所有者で、えー、厳しい罰則が必要だという方がほとんど町屋所有者ではないというそういう傾向ではありません。ただあの我々としてはです、ねえー 罰則に反対の方が言っている中で、またあの罰則にご理解いただいている方も言っている中で,です、ねえー、実効性を確保するためには、こういった措置が必要ということについて、丁寧に説明をしていくということが必要ではないかと考えております。都<民>あのということは、所有者の方も相当やっぱり守っていかなきゃならないという意識もあると、まあ、こういうことですね。で 当然所有者以外でまあ京都市民として当然守るべきやという、まあ、そういう傾向がこの今回の,あのパブコメであのまあそういう傾向が出てきていると、まあ、こういうことですね、まあ、普通であれば所有者はです、ね、あのもう困ってられる方もまたくさんいらっしゃる。特に困ってられるのは私は私 市内の人間ではあるけど周辺部の人間なんでただそのちょっと路地入ったらです、ねまあ、中業なんかでも中業の方も,今日も当然いらっしゃるしあの細い路地の、ねまあ、これから緩和していこうかというところの4個市、5個市なんかはもう非常にやっぱりあのお年寄りの方一人住まいとかです、ね、空き家とかいうのは非常にあって、まあ、大変苦労されてるんですけども。 そういう方々の意識もあの、やはりやっぱり守っていかないかんと思ってられる方が,いら,る方がいらっしゃると、まあ、結構多いというようなあ、まあ、傾向なんだろうなと思うんですけども、その辺はどのように分析されてますか。高橋担当部長 はい、17番の罰則が緩いのではないか、厳しい罰則が必要ではないかということについてです、ね、まあ、細かく見ていきましたところ、景観を保全するためには、やはり罰則ということも必要ではないかとかです、ね、あとはその実効性を高めるということであれば、罰則ということも必要ではないかという方が のご意見でしたので、その先ほどのまあ個別具体にです、ね、でそのロジックかどうかまでは、こちらで把握できているわけではないんですけれども、所有者の中にも、そういったご意見の方が言っていらっしゃるということで、ご理解をしております、また、あの先ほど申し上げなかったですけど18番の科量は適当であるというそのご意見につきましても、こちらも所有者でございましたので、併せてご報告させていただきます都民、分、まあ、かりました。あの まあ全体のこれ、サンプルが、ああ今日う待ち合って、今、どれぐらいあるのかな、4万個やね、そのうちのサンプルとして、非常に少ないんやけれども、傾向としてはそういう傾向もあるということが、今回、よう分かりました。で、そこでですね、これからこれ、有識者の皆さんに測って、そしてまたいろいろな答申を受けたり。 まあされるわけで、で条例が9月会にええ条例9月えいつやったの、9月司会に月提案申し上げたい,いうもうもうそろそろもう皆さんの方で9月司会にかけるということはほとんども固まりつつあるということですよね。いろいろ固まりつつあるということですよね。はい。はいはい、でね、そうであの一つはそのあのこの秋あのそのマッチングの話ですが以前にも。 ちょっとここの委員会で話しさせてもらったんですが、今、民泊の問題が非常に出ております、でまあ、この間も個人的に、あのー、ちょっとハグロ部長とも話しさせてもらったんですけれども、あのーその、すごくこの、えー、いい京町屋があって、まあ、て定義はあのその皆さんで定義決めてられるけれども、 もう見るからにその潰すのが惜しいところが消費者さんはもうなんとかしたいそこでたまたまそのいろんな業者さんが来て民泊のね貸してもらえんかとか、まあ、そういう話があった時に、あのー、実際に民泊やっておられる方がいらっしゃるで当然、えー、管理もきちっとしてで町内の方がねあのよかったよかったということで何か掃除もしに来てくれる。 らしいんですけど、まあ、そういうケースもあるということをこの間初めて聞いてご本人から。で、あのー、ただ問題は許可が下りないそれは何か民,民泊の新法のが通ったとしてもまだ今正承令が今出ておりませんから京都市でもまだまだ具体的にできないわけですね。というのは第1種住居専用地域ですから、あのー、許可が下りない。しかしかながら そういうあの優れたいわゆるその文化的な京町屋がやっぱり存在していてですねそういうところもまあこれ今後不動産業者さんとかそういう民泊の有料なその業者さんですねやらとやっぱりマッチングをしてですねやっぱり将来あの守っていくのも必要ではないかなと私はこのように思ってるんですがその点あのまだ 国の方からの具体的なその省令は出ておりませんけれども、まあ、京都市として、やっぱ積極的に今後考え、こういうことも考えていくべきではないかなと、このように思ってるんですがこうう、この点についてはいか,いかがでしょうか。羽黒建築指導部長、はい、今のあののの富井議員のあの個別の事案のあの 県に絡めてでございますけれども、あの今、新しく新法ができまして、議員ご指摘のように、細かい内容の補正省令は今、国の方で考えておられるところでございますけれども。 京都市の方といたしましても昨年度、上質宿泊誘致方針という方針を掲げてましてあくまでも京都市の場合に宿泊については上質なもの地域住民さんとしっかりと手を携えて地域が活性化する周辺の住環境も守られる市民の生活また宿泊 安心安定を保てられるそういったものを積極的に認めていこうという大きな方針を掲げてございますのでこの民泊新法新しい新法につきましてもその観点で今、あの政長令はまだでございますが京都市の関係 顔でですね、それに対して京都でどういう,ような宿泊施設が一番いいのかということを今、協議しているところでございます。今の時期ではこういうようなご答弁のが限界でございましてこれ以上ちょっと踏み込んだ中身については今後のちょっとまた時期を見た形で説明をご報告をさせていただきたいと思っております。以上でございます都民 まああのぜひ積極的にね、まだあのそういう国からの接種、省令出ておりませんけれども、出てきた段階で、ぜひあの積極的にね、京町保全という観点から考えておいていただきたいな、このように思っております、それからあの6ページでですね、13番、この結構意見が45のうちの26出てるんですが、現在の補助金制度は制約が多い。私ものように 思っておりますそれからあの改修工事への助成拡大やあ、外観だけでなく、内部ですね、あの,の改修助成が必要であるというのは、これ、結構ね、多いんですよ、こうやって私もよく聞くんです、このことについて。だから、あのーまあ、確かにこれ、税金ですから、税金で補助するわけですから、いろんな制約がつくと思います。 しかし、実際に住んでおられるのは、お年寄りはいうことだけ頭入れといてください。そうか、空き家になっている。で、そこで、あのー、ここの部分をですね、やっぱり、あのー、これあの、検討を進めてまいりますと、効果的な支援について検討を進めてまいりますと、こういう回答でございますが、ぜひですね、ここはあの重要視していただいて、改善ができるようにですね、 えー、条例を出される時に、あのー、十分ですね、えー、これにまあ配慮するというか答えられるようにぜひしていただきたいなとこれは要望いたしておきますで最後にあのー、この周辺部でね農家がうちはあのー、団長が井上団長とかもう、あのー、いつも映画のロケに使われたりするんですけどもあのー ここれはやっぱりそういういところがまだまだだあるわけで,す、ね、であのこういう茅葺きの農家とかですね私は山下は昔私は小さい時から全部茅葺きでしたほとんどで台風でバーッと全部飛んだりとか、ね、でまたそれでお金たくさん出して茅葺きにしたりとかですねもうそういう農家がもうなくなってきてねで本当にあのこのせっかく いろんなこうせ決めてあのいろいろこの制約をされてもです、ね、結局いい農家がやっぱり若い人たちが継ぐ人がない住む人がないそこで、えー、お孫さんの時代になってです、ね、それが今の例えばヘーベルハウスになったりとかそれから積水ハウスになったりとかまあいうような洋館建てになったりとかですね、まあ、そういうところにどん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 変わってるんですが。 こういうところについてもね今後京町屋だけではなしにやっぱり周辺はまだやっぱりの近郊農家の方も多いでやっぱり昔からのそういう,うこの京町屋と同じようにですねあの昔のこのご先祖からずっと継承されてる農家ですねいい建築がやっぱりまだあるわけですねそういうところについてもですね 今後ぜひあの、皆さんの方としてです、ね、ぜひやっぱり守っていく必要があるんではないか、で我々は特に守備も進んでますから、もっと守ってほしいなと、単に風ちでぱんと制約かけるよりもあの、こういうところでもやっぱり同じようにあの考えていってもらいたいなと、このように思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。高橋担当部長 えとかやぶきの農家住宅につきましては、それはあの都市住宅としての京町やとはですね、大きく異なるということもあって、本条例の対象にはしないということを検討しております、ですけども、今、先生がおっしゃったように、そういった農家住宅の中にもです、ねえー、かやぶきの住宅についても、歴史的、文化的な価値の高いものがあると。 というふうに思っておりまして、これらについてはですね、既存の指定制度を活用する、例えば景観需要建造物として指定するとか、文化財として指定するとか、そういったことと連携を図りながらですね、取り組んでいきたいと思います。もう少し具体的に言いますと、そのおそらくこの京町屋の条例を作りますとですね、我々の方にそのいろいろと京町屋の対象になるのかとか。 あそれからどういった支援策があるのかとかいろいろご相談があると思います。その時に中にはですね先生が今おっしゃったような貝浮きのその立派な建築物というのもあるかと思いまして、そういうのは北対にはまあ共町屋の対象にはならない強町屋には当たらないんですが、あいろんな支援策がございますということはですねお伝えして関係部局につなぐとそういうことは積極的にやっていきたいというふうに考えております。富永委員、ぜひお願いします。で。 あの文化庁がねこの間からずっと議論でこの京都にやってくると、まあ、これはもうほぼ確実になりましたそこでやっぱりこれを契機にですね是非市民に対する周知、まあ、ここにも書かれておりますがやっぱりもっともっと周知をしてですねみんなで守っていこうとで先ほど言いましたように京町屋だけではなしに周辺部のそういう農家の昔からのねそういういい 文化、まあ、文化財までいかないけども、あの文化財になるようなね、そういうあの民有所有者であってもです、ね、ぜひ守っていこうという、徹底したね、やっぱり周知をぜひあのやっていただきたいなと、このようにまあ要望をいたしまして、質問を終わらせてもらいます。もしし今の私のの私最後の質問に対して、えー 何か所見があれば、お述べいただきたいと思います高橋担当部長、はい、文化庁が京都の方に移転してくるということで、文化庁の方々にもです、ね、京都の,その政策について、いろいろとその知っていただく機会を設けるべくです、ね、町内で。 やっているところでございます。で、あの京町屋についてもですね京都の町のしょ。まあ、あの重要な要素ということもございますので、京町屋についてもですね。えー いろいろ見学していただくとかあー政策についてご理解いただくとかそういった機会を設けたいと思っておりますまたあの市民の方々にもですね、えー、周知を図っていくということでまあ、当然様々な方法により周知を図っていきますけども例えばあの表彰制度とかですねそういったことも活用して、えー、京町家の保全、えー 継承を頑張っている方、まあ、市民、一般の住民の方もいますし、事業者の方もいらっしゃいます、そういったことを積極的にです、ね、広報をしていくと、それによって市民、皆さんがですねやっぱり京町屋ってことは、京町屋ってものは京都,の京都市にとって非常に重要なものなんだという認識をですね持てるような政策をやっていきたいと考えております、はい、では続きまして、西野委員。 この間、このパブコメについて、4回か5回ですか、5回説明会が開かれてきまして、私もそのうちの1回はあの参加をさせていただきましたけれども、結構時間が足らなくなるぐらいたくさんの意見が出されました、まあ、あのそれを見ますと、やっぱり関心の高さって言いますかね、市民の関心は高いんだなということを実感いたしました。 京チアの保全については皆さん同じような思いがあるんだなというふうに感じたんですけれどもやっぱり今も議論ありましたけれども市民は守りたいしかしなかなか守れないこういう思いが結構出されているなというふうにも感じましたであの理念はいいんだけれども現実問題としてねどう守っていけばいいのかというふうなそんなところでの葛藤も感じられました。 であのこの1ページのところの、ねえー、所有者に過度な負担がないように配慮していただきたいというふうな意見もこれ結構多かったというふうにも思いますただこの意見に対しては資金的な課題や技術的な課題など所有者が抱える負担を軽減するための支援策を検討していきますというふうに書かれているんですけれども、まあ、あの先ほどもお話ありましたけれども9月にねもう条例を 提案するということになっていますからこういう支援策の検討というのはもう既にほぼ固まりつつあるんじゃないかというふうにも思いますで、先ほどのご答弁でもあの指定されたところについてはあしっかりと支援するというふうなご答弁もあったんですけれども具体的にまあ,あの細かいところまではまだこれから詰められると思うんですけれどもどういった方向で 検討されているのかということをまずお聞きしたいんですが高橋担当部長、はいえー、と説明会等でもです、ねあの、維持修繕にかかる負担が大きいとか、それからその支援策の具体化をしてほしいとか、そういったご意見が多かったかと思います。 で支援策については、ですね、あのー、まさに今あ、検討を進めているところというところでございまして、その対象となる京町家も多いものですから、あそういった多い京町家に対して、ですねいかにまあ効率的に、えーまあ、民間事業者とも連携をしながらですね、 支援をしていくのかでどういった支援をしていくのかということにつきまして、まさに今、検討中というとことでございまして、現段階で,です、ね、なかなかちょっと申し上げられることがないというところでございます。ただ、例えば技術的な課題というところについて言いますと、その回収方法についてですね、 必ずしも皆さんが分かっているわけでもないと、実はあの、まあ、今、もう古い住宅があってです、ね、それを取り壊すしかないと思ってらっしゃる方がいてもです、ね、改修方法によってはです、ね、それをニーズに合った形で改修できるということもございますので、そういった改修方法を示すような事例集を作成するとか、そういったことはまずはやっていきたいと考えております、で資金的な課題についてもです、ね、30年度の予算要求に向けまして、今、検討を進めているところでございまして、 あの徐々に具体化していきたいと考えております西野委員あの確かに技術的な問題というのは大きなというのを感じたんです、私も第5の,の地域の、ね、京町屋を持っておられる方に何人かお話、お聞きしたんですけれども、ある方は一度直したんだけれども、なんかしっくりいかないと、まあ、それは近所の大工さんにお願いしたんだとおっしゃってましたけれども。 しかしやっぱりきっちりしたいということで専門の方にお願いしたらす,あのすっきりしたというふうなこともお聞きしたのでねそういう事例集だとかあの技術的な問題のその解決に向けてはねしっかりあの、えー、支援していただきたいなというのは今のご答弁で思いましたそしてまたあの条例を施行するにあたって必要な財源の想定というふうなそういうあの意見も 出されています5ページなんですけれども、まあ、その財源についてもこれから検討ということですけれども、まあ、これについてもどれぐらいの規模、今年度は考えておられるのか、まあ、あの今年度はまだ実施ではないんですけれども、あのもうさっきも申し上げましたけれども、9月があの提案ですから。 あのほぼどれぐらいの規模で進めていこうかというふうなことは想定されていると思うんですけれども、その辺はいかがですか高橋担当部長あの。先ほどもちょっと申し上げましたけれども、その資金的な部分については、ですね今、総合的にどういった支援策が必要かということを検討しているところでございまして、まだその資金の規模についても検討中でございます。であの資金の財源としてはですね えーまあ、あの市の単費それからそのお国庫の補助金、えー、それから例えば、あ寄付金というのも考えられるかというふうに考えております、であの市のお財源も限られてますので、限られた財源の中でで,す、ね、できるだけ大きな効果を上げるためにはその、国の補助事業で使えるものは使っていくとか、それからあ寄付金、例えばです、ね、あのふるさと納税というものがございますけれども、 従来から歴史的建造物の,その修,、まあ、修繕とかそういったものにも活用すできるようなメニューは一部あるみたいですけれども、そこにその京町屋ということを明示してです、ね、やっていくとか、そのあたりもまだ全然調整中でございますけれども、考えていきたいと思っております。いずれにせよです、ねあの、できるだけ効率的に、かつその効果を上げるような形で考えていきたいと考えております。西野委員 あの先ほども申し上げましたけれども、私がお聞きした、その京町屋をお持ちの方がおっしゃってたんですけれども、このパブコメの意見でも結構多いんですけれども、維持、修理に膨大な費用がかかると、自分たちはまだ年金がある程度あるので、えー、修理もできると、まあ、旅行などももう我慢して、家にその費用、 当てたんだとというふうなこともおっしゃる方ももありまししたけれどもしかし自分の子どもの世代になったらそれができるのかと考えたらなかなか難しいというふうなこともおっしゃっていましたであのやっぱりその意見も41人ほどおられましたけれども例えば相続税の問題ね先ほどもお話出ましたけれどももしその軽減策が進まないだとか なった場合にね、京都市として、それをやっぱり京町は守るんだということで、その単品でもね、考えていくそういう可能性があるのかどうか、そういうところも検討されているのかどうか、その辺はいかがでしょうか。高橋担当部長 あの相続税の軽減措置ないしはその相続税の納税猶予ということについては現在国の方に要望しているところでございますのでまずはそれをですね最優先で頑張りたいというふうに考えておりますであのまあ維持修繕に非常に大きな負担があるとそれからその高齢者の方でですねなかなかあの先があまあ内訳でしょう、ね、あの親族に対して負担を残すことが まあ、心苦しいとか、そういったご意見もあの聞くところでございましてあの、相談体制を充実させたいと思っておりますし、またです、ねあの、安心して相談できる体制、依頼できる専門家を育成するとか、そういったことにも取り組んでまいりたいと考えております西野委員あの。支援策についてなんですけれども、先ほどもありましたあの、指定をしたところというふうなご答弁があったんですけれども。 指定されたところだけに限るのか、それとも市内4万件ある、そういったところも全て対象になるのか、その辺はお考えいかがですか高橋担当部長 はい、あの今でもです、ね、例えばその空き家改修の助成金とか、耐震改修の助成金など、ですね京町屋も対象となり、かつ京町屋の場合に上乗せの補助をしているというものもございます、そういった全体に対するその支援策もございますし、今回の条例の場合には、ですね指定した京町屋については、1年前までに届け出をしていただきたいということで。あの これまでよりも1段階、規制、まあ、あの少しです、ね、負担が大きいということもございますので、そういった指定したネタ京町屋については、より一層です、ね、支援策を充実させていく必要があるというふうに考えているところでございます。西野委員。あのもう一つあの、私どもの住んでいる周辺部は、山もすぐ近くにあるんですね、そしたらその京町屋の方がおっしゃってたんですけれども、鳥獣被害もかなりあると。 建物に対するその被害もあるんですね、あるところではアライグマが入り込んできて、壁に穴を開けるとか、そういうこともあるというふうなこともお聞きしましたけれども、そういったことに対する支援策というのは検討されるのかどうか、その辺はいかがでしょうか。高橋担当部長 えっと、あのこれまで、えーパブリックまあ、意見募集ですとか説明会の中ではです、ね、今おっしゃられたような鳥獣被害というのはあちょっとすみませんあの聞いていないんですけどもそのお、まあ、例えば景観ま,、えー、まちづくりセンターの方でです、ね、これまで、えー、京町や所有者の方からさまざま ご相談とか受けておりますので、そういったものも見ながらですね、支援策を検討していきたいという,ふうに考えております。またあの長住被害のことについて言いますとですね、えっ、ー、とまあ京町家の担当部局だけじゃなくて、おそらく別の部局ともですね連携しながらやっていったら方がいいと思いますので、そういったあのお話をお聞きしたましましたらあー、関係部局とも連携してやっていきたいと考えております。西野委員、まあ長住被害は建物だけじゃなくて農産物もね被害かなり。 今出てますから、その辺もぜひ連携してあの対策を取っていただきたいというふうに思います。それとあの先ほども出ました上質宿泊誘致制度、これについて歴史的建造物について、えー、特例的に開業認めるというこういう規制緩和を活用されているというんですけれども、この京町屋はね、こうすて歴史的建造物というふうに。 なるのかどうか、それとも伝統的な木造建,建築物の保存および活用に関する条例というところで対象にされている、そういう建物だけに規定をされるのか、その辺の判断基準はどこにあるんでしょう。高橋担当部長あの上室宿泊施設の誘致制度につきましては これは質の高い宿泊施設の誘致拡充のために、様々な要件を定めているということでございまして、必ずしもすべての京町屋が、上質宿泊施設として活用できるというわけではないと認識しております。具体的に言いますと、上質宿泊施設の誘致制度が公表されておりますけれども、特に提案を期待されている事項として、 歴史的建築物や庭園等の保全というのもございますけれども、それ以外に地域の魅力を生かした文化体験ですとか、提供するサービスや宿泊施設への伝統産業製品の利用ですとか、それから周辺地域との合意形成ということがございまして、あの先ほどのです、ね、例えば伝統産業製品とか文化体験とか、全部の京町屋について、そういうことを必ず話もできるわけではないので、上質宿泊施設についてもです、ね、数は限られてくると思っております。 西野委員そういう条件がすべて整うということが基準になるということで確認をしてよろしいでしょうか羽黒部長、はい、この上質資格誘致制度につきましては、あのまだ制度が始まって、新規の具体的なやつというのはまだございません、当然、今申し上げました観点すべてが、あの誘致制度の中で選定をされると。 それに加えてですね従、えーまあ、前からも申し上げてますように、えー、建築基準法、まあ、都市計画法上の用途規制というのがございましてそれを選定された上で え建築基準法の特例許可に移ると、えー、この特例許可につきましては別の観点でえ周辺の住環境また交通量の問題そういったいろいろな観点を第三者機関建築審査会でえ審議を得た上でえで許可が最終的にいくということで2段階の制度の改正になっておりとといいうことでございます西名委員。 まあ今回は京町家の活用ということであの言わせていただいたんですけれどもこういう規制緩和をしていってね宿泊施設を先ほどもありましたけど住居専用地域だとかあの市街化調整区域にまでね広げていくということについてはやっぱり都市計画の秩序が壊れていくんじゃないかというふうな危険性もあるというふうに私は思っておりますので安易な規制緩和については。 あすべきでないということを、京町屋とはちょっと離れるかもしれませんけど最後にそのことを申し上げて終わりたいと思います。はい、で続きまして、えー、蘇我委員先ほど、あの富ー先生の方からね、さまざまなあの角度からあのご指摘、そして質問がございましたので。 私もあの周辺議員の一人といたしまして、えー、ほとんど同感だなというふうに思っております、まあ、その上でですね、ちょっと何点か確認をさせていただきたいんですけれども、ええっ <laughs> とですね、えー、2ページのです、ねえー、12ですね、まあ、これ、過去にこの増改築が繰り返されていてもですね、このいわゆるその、 建築当時からの衣装、携帯が大きく変改変されているものについて、もう対象になるということなんですけれども、これあの、どんな感じなんですかね、ちょっとあの簡単に説明していただきたいんですけど高橋部担当部長、はいあの。今回の条例で,です、ね、対象とする京町屋の定義につきましては、あ パブリックコメント資料をあすすまません、まあ、口頭で申し上げますその、えー、本市に存在する、まあ、区域に存在する木造建築物で、昭和25年以前に建築されたもの、また伝統的な構造で、京町屋としての特徴的な形態、または衣装を有するものということでございます。であの一般的にです、ね、古い時代に建てられたものでございますので、何んとかです、ね、リフォームがされているというのは、 ごごくごく普通だろうと思いますその時にその建築当時からです、ね、衣装携帯が変わっている場合でもその京町屋としてのです、ね、特徴的な携帯や衣装が残っている場合例えばあの瓦吹きで平入りのお屋根という形態ですとか虫駒だとかです、ねえー、格子とかあーそういったものが残っている場合には、まあ、京町屋として復すね、えー、まあ 復元もできる場合が一般的ですので、対象としていきたいというふうに考えておりますよくあるのはね、あのもともと高指導でね、それ,それでその、まあ、1階、2階が、まあ、このいわゆるこの斜めにこうあの屋根が降りてきてて、で確か僕もあの子供の頃よくあの、えー、これ看板建築というふうに書いてあるんですけども、もうほとんどの,その京町家がですね、 例えば外の、あのー、看板建築でな,なんとなくこう現代風に表のこう仕様を、まあ、衣装を変えているとで中入るとですね、えー、ずっと奥まであの廊下があって土間、まあ、ですかねでその横に奥戸さんがあったりそしてまた、あのー、畳の部屋がずっと並んでてそれで、えー、押し入れのところに中にこのいわゆる階段がついているというようなそういう一つの,この形態が こののうななぎの寝床みたいな形でですねそれがまあいわゆるその一般的なこの京町屋と思うんですけどもこのライフスタイルがずっと変わっていくにおいてこう必要に応じてててずっっと変わってきてるんですよね内部もそうですし当然外側,の外側もそうなんですけども今回そういった意味でこのえ何度もまあ例えば骨組みとね屋根と屋根瓦とそれが例えば残ってたらそれは要するに京町屋というふうなその 考え方でいいということなんですか高橋担当部長あの今おっしゃられたですね看板建築というのは前面がですね、えー、前面のみが近代的な仕上げで、えー、現代的な機仕上げで回収されたものということでまあ今あ 家の中はです、ね、そのまま京町屋であったりとかそういったものはです、ね、この条例の対象としていくのが適当と考えておりますただあの家の中まで含めてです、ね、全部その変わってしまっていて京町屋の特徴形態なり衣装なりが何もなくなっているという場合にはあ、まあ、そのその 所有者の方もです、ね、それが町家ですよと言われても、ちょっとそのやっぱりなかなか理解しがたいところもあると思いますので、これは対象としないということで考えております総合委員あの、ね、例えば6ページの、ね、13番のところはね、まあ、この内部への回収助成が必要だという、まあ、あのパブコメの、えー、意見があるんですけれども。 まあそれに対して、えー、既存の施,設、えー、施策の拡充も含め京町の保全継承に効果的な支援策について検討してまいりますということで言うとねそれは奥戸さん復活性という話では僕がないと思うんですけれどもやはりあの、えー、子どもが個室を求めた時代にです、ねえー、今までこうふすまで交じ切られていたそういう部屋のありようがです、ねえー、個室になっていったと、まあ、いわゆる合板でばんばんばんとね貼って。 で廊下だけが、まあ、いわゆるそこは炊事場にリビングみたいなのになっていったという、まあ、そういう変化の仕方が多分町屋の中ではたくさん多いんじゃないかなと思うんですけどそういうところもですね要するに例えば、えー、京町家というふうなところで言うとですね、えー、改修のお手伝いをしてあげてそれでできる限り、えー、そり京町家の規定に基づいてねしっかりと。 あの支援をしていく対象とすべきではないかなと思うんですけど、その点、はいかがですか。高橋担当部長、はい、あの京町屋をですね残していくためには、あやっぱりその住みやすくないといけないというのは、おっしゃる通りだと思います。であの外、えーとまあ 外観の回収とです、ね、内部の回収を比較した場合に、外観の回収というのはです、ね、その一般の方から見てもわかるというか、回収した結果が分かって、それはの景観の形成にあの大きな効果があると思っております。ですので、えー、非常に公益、えー、性があるというふうに考えておりますけれども、内部への回収の場合にはです、ねえーまあ、京町屋の保全という意味では、大きく言えば公益、まあ、的な目的もあるんですけれども、 一般の方から見て、ですねやっぱりあの京町屋を持ってない人から見たときに、その納得感のあるものでないといけないと思っておりまして、そのどういった改修の場合に支援をするのかとか、どういったやり方をするのかとか、そのあたりについては、ですね今後、検討していきたいというふうに考えております委員あのまあ、ぜひ検討していただきたいんですけどね。あのあのの当然 外部の方がこう街並みを見られて、まあ、当然家の中まで入ることはなかなか、ね、ないかと思うんですけれどもあのその生活の中にいわゆる文化があってねそしてあの京都を感じるというようなことを、まああのかんえー、おっしゃる方もおられるわけで。 まあそういううい中で言うたらやっぱり京町屋というのはやっぱそういう京都にとっては非常に残さなければならないというところからスタートしているのが今回のこの辺の条例化の問題だと思うんですけれども、まあ、これは当然あの財政的な問題もありますしそしてまたあの財産権の部分での,、ね、あのどこまでじゃあお金を使っていいのかというようなこともあるんですけれども、まあ、今回、指定をするということから考えた時に今、その4万件が対象であってそれで、えー、むやみやたらに壊さないでくださいよと。 しっかり残していこうという一つの行政からの働きかけをということで考えたら要は逆に言ったらこの指定をしていただくことが非常にメリットがあるんだというような思いになってもらわないとなんか罰則もある過料もあるということも後半には出てきてねで支援策については要するに今後検討今後検討と、まあ、こういうことで言うとですね はっきりしてるけれども、あの支援策についてはなかなか要するに具体,策具体例が示されてない、ある意味では、僕はこの具体策はね、しっかりとまず示してからの話になるんではないかなというようなことも思ってるんですけれども、その点、どのようにお考えですか高橋担当部長。はい、あの指定した京町屋について、ですねやっぱりメリットが感じられないといけないというのは、おっしゃる通りかと思います。 であの財政的な支援策だけではなくて、ですね、えー、気軽にあの相談、まあ、安心して相談できる体制を作るとか、そういったことも含めてやっていきたいと思います。また、あの支援策そのを具体化するのと一緒にやっていくべきじゃないかという話についてでございますけれども、まあ、今回、ですね条例の骨子案というのをその示させていただく中で、 市民の方々からまますでまさにです、ね、条例の施行に合わせて、支援策についても措置をしていきたいと考えておりまして、あのちょっと条例と同じスケジュールになってしまうのは、なかなかその所有者の方にはです、ねえっと、分かりにくいという言われる面もありますけれども、そのきちんとです、ね、所有者の方々からのご意見を踏まえて、支援制度を作っていけるように努力していきたいと考えております。 水木都市計画局長。はい、あの今の点、補足で申し上げますけれども、あの支援制度につきましては、ですねやはりあの何らかの方向性姿はというところは、あの我々もと思ってまして、あの9月条例をです、ね、お示しするに際して、 何らかの考え方はやはり合わせてというふうに思ってございます今の時点で申し上げますと先ほどの答弁させていただいた中にもありました通り例えば景観需要建造物とこういったもので町屋ということでは必ずしもなしに景観上だということで支援の制度があるということはあるんですけれども今検討している方向性としましては今回個別に指定もいたしますので町屋ということで指定をしたということに基づいて えー、そのこと自体に基づく支援という枠組みが考えられないだろうかということで検討し諸外委員あ,のありがとうございます、あのぜひそういう角度で,です、ねあのえー、せっかく指定をしていただいて、それであのこの、えー、所有者もそして行政も含めてね、ねしっかり京都のまちづくり、えー、残すべきものを残していこうという,ような思いに立っていただけるようにしていただきたいというふうに思っているわけなんですけれども。あの この全手続き全般に関することということで、11の1なんかなんも、ですねこれ、全後に、まあ、これ条例制定後、京町山津ぐり調査で把握した京町について、全後に周知チラスをポスティングする予定ですと、このポスティングのこでで、すねあのどこまできちんとあのなんて言伝わるのかどうかということから考えたときに、僕、実はポスティングというのは非常に荒っぽい。 や,やり方やなという,ふうに思ってます、ね、であの、えー、ぶっちゃけたと言うとやっぱり郵送とかねそういうようなこと、まあ、前も言うたかも分かりませんけども僕はポスティングをしてですねでチラシをまあポスティングしはるわけですけども条例ができた後はですねやっぱりもっと丁寧なこの周知というものを。 先ほどもちょっと事例集みたいなものをうんぬんというお話もありましたけれども、まああの、できる限りそり所有者の方に、えー、丁寧にそして、えー、周知をしていく、通知をしていくということをから考えたときには、私はやっぱりしっかりとあの郵送という手段をです、ね、講じていただきたいということを思ってるんですけれども、これはあのやはりどうなんですかねあの、予算の問題なんですかね。 ちょっとお考えを伺いたいと思います。高橋担当部長。あの周知チラシを、まあ、あのポスティングをするということなんですけども。 まあ、あのチラシっていうとです、ね、一枚ペラの紙みたいな感じで、確かに、まあ、あの見えてしまっているかと思います、であのおっしゃるとおりです、ねえー、日々その、居住者の方のポストには、いろんな広告が来る中で,です、ね、それに埋もれてしまうと、結果的に所有者の方、居住者の方にその伝わらないということがあるかと思います、その点についてはです、ねえーと、きちんとお京都市からのお郵送物というか、お知らせであるということが、明確に分かるような形で、 ポ、えー、スティング周知を図っていいいきたいと思います,であのす個別に指定する京町、ね、屋につきましてはあ、指定後に個別に通知をしますし、から区域を指定する京町屋についても、説明会の開催などです、ね、丁寧な周知を行ってまいりたいというふうに考えております、以上です総合委員、うんあ、分かりました、だから要するに個別な部分とか、そういうことについてはきっちりと、要するにあの丁寧に対応すると。 で条例ができましたよということについては、えー、いわゆるその周知チラシというふうに考えているということというふうに今理解をさせていただきました、あのー、最後なんですけれどもあの罰則等についてのですねあのお話もあの先ほど富士先生の方からもありましたで私も、あのーえー、この、えーまあ、看板のねあの条例の時もそうだったんですけどもやっぱりあのー この条例の趣旨をちゃんと理解していただいた上で要するにまあその所有者の方々が、ね、あのご納得していただく中で,です、ね、いろんな過罰則について云々ぬんという話になろうかと思うんですけれども、まあ、この辺は,です、ね、あのそれは一般論としては、ね、あのこのパブコメを通してはあのそれは過料すべきだという,ような人も自分と関係なかったらそういうふうに言われりますし。 でやっぱり自分のところがこう対象になってきたときにさまざまな事情があってそれで、あっ、りが大変やなと罰則が大変やなというふうなこれ,これはもうまさに所有者かあるいはそれ以外の全く関係のない人かということで変わってくるかと思うんですけれどもあの先ほどの議論にもあのなってしまうんですけれどもあの富士先生の議論になってしまうんですけれどもその点の部分はです、ね、しっかりとあの丁寧にです、ねえー、取りあの進めていただきたい。はい というふうに思っておりますので、その点、あのえー、お話を伺って終わりたいと思います高橋担当部長、えー、今回あの、意見募集におきまして、えー、意見の出した提出者数としては、ね、229名、意見数としては795件、約800件弱ということになっております、でえー、市民、五、えー、会場でですね、あすみません、4会場で計5回の説明会も開催しておりまして、 183名の方にご参加いただいたただとで実際、ですねその説明会でのご意見聞きますと、ほとんどが所有者の方が発言されていますので、かなり所有者の方もですねご関心を持っていただけていると思います、でまあ、そういう中でですね今回、こういったご意見いただいてますけども、まあ、ご意見してない方の中にも、です、ね、いろいろとそのこの条例の趣旨について、 ご理解いただけないご理解いただく必要があると思ってますので、今後もですね丁寧な説明をしていきたいというふうに考えております、はい。では続きまして安井委員どうぞ。まあ今回あの京都市が進められる施策についてはですね、基本的にはあの反対をするものではございません。えー、しかしながらやっぱり進めていく中でのいくつかの問題点がまあ今日も。 多くをされておりまただ、これまでの論議でも、ですねれきをされているというところでございますので、少し私の方からも疑問点についてお伺いしていきたいと思います。いずれにしましても、町は保全、継承するという大きな目的の中で、京都市が条例を条例化して進めていこうということでありますけれども、やっぱりあの指定をする方も、指定を受ける方もですね、 これはハイリスク、ハイリターンでないといかんわけですな。制限かかるけれども、こんだけのメリットありますよ。こういう部分ね。で京都市は、えー、これだけ、えー、リスクが多いまですけれども、えー、京都市として、全体として、それが残っていけばですね、まあ、いいわけなんですね。まあ、しかしながら、えーまあ、今回、今提示をされている部分についてはですね、えーまあ、条例を制定していく中で、指、えーまあ、定については、 皆さん方がやっていくそして受ける方はそれを受けてからあ、して受けたんやなとこういう感じなんですよね。これまでやっぱりあのいろんな施策ありますけども例えばこれ生産緑地なんか見た時はですね国の施策、まあまあ、自体もそうでありますけども緑地なり農地を保全していこうと。ですからこれに応じる人については。 30年間の営農とかですねその代わり固定資産を調整時並みに下げるとこういうものが初めからこう設定をされてるわけですねですから市街化の皆さんがってもそんだけのまあ配慮なんかあんねやったら30年間リスク大きいてもですねやっぱりそれはそれなりに指定を受けていこうということで今なっております。 でその代わり、途中で、まあ、解約した場合はです、ねまあ、一定の生産金も払いながらです、ね、また翌日からは支払いがちじゃなしに、ねまあ、一般の、まあ、土地として評価が上がっていくと、まあ、リスクも出ていくとそういうことをお互いがまあ承知をしながらそれじゃ私そこもお願いしますというのが、まあ、今までのこうやり方やったんですね。ですすからその辺今回見てますと、まあ、あの必ずしも じゃあないんですが京都市は、えー、リスクはちょっとローでありますけども、えーね、ハイリターンというイメージがあるんですね。でやっぱり受ける方は、えー、ハイリスクであまりロ,ローリターンというようなイメージがやっぱどうしてもついてくるわけですね。ですからやっぱり京都市その自治体が先行してこれをやっていこうということがあれば。 お互いがハイリスク、ハイリターンの関係でなかったらです、ね、なかなかやっぱり理解をしてもらえないんじゃないかなと思うんですね。そういった基本的に今、きょもいろいろとリスクの問題、えられる問題ありましたけれども、ちょっとそういう点についてお考えを求めておきたいと思います。高橋担当部長 あの京町や所有者の方がです、ね、その指定を受けるにあたってやはりその指定,指定、まあ、あの制限に見合ったです、ね、メリットがないと 納得感がないといとう,うに思っておりますで今回、条例骨子案のパブリックコメントの資料の中ではです、ね、えー、少しまあネガティブ情報はきちんと伝えなければということで,です、ね、えー、そういった規制の部分を強調して書いてしまいましたけれども、もともとの意図としましてはです、ね、えー、早めに所有者の方に京町屋の取り壊しの可能性についてご相談いただいて、さまざまな支援を行っていきますと。 そういう趣旨のものでございますので、えー、まあ条例、すみません、あの条例の制定と同時にです、ね、支援策についても具体化をして、所有者の方々にあのメリットを感じていただけるような、そういったものにしていきたいと考えております安井委員。やっぱりあの高度な支援策がないとです、ね、やっぱり守っていけないと、私は思っておりますんでね、まあ、ぜひその辺まあちょっとタイムラグがあって、 えーまあ、指定を受ける皆さん方についての、えーまあ、リターン部分はなかなかまあ今の段階で雇用されない、えー、条例がまあ先行するということになるわけですねですからまあ余計にまあ先ほど来お話しありますようにより以上のやっぱり説明なり理解をしてもらう手段を やっぱ考えておかないとですね、えー、先ほどでご答弁がありますようにこれまあ9月司会でも出るわけですから、えー、その間まあこれから周知をしながら、まあ、平成30年度、まあ、段階的に上流の施行をしていく、まあ、こういうことで提起をされておりますのでねですからまあ限られた時間残された時間あまりないわけですねですから、えーまあ、本来今あ,あのお 条例の制定を急いでおられることは十分承知はわかるんですが、やはり同時にやっぱり、えー、いろんな施策もです、ね、今までありません、いろんな補助事業もあります、しかしそれ以上のものがです、ね、やっぱり必要であろうかというご意見も多いわけでありますから、本来はやっぱり同時進行でやっ,ぱりやっていただかないとなかなか、えー、受けてみて、して受けたはいやいや、うっとく外してくれと、こういうわけにいきませんのでね。 だからその辺は、やっぱりもう少しより具体的にやっぱり示されるべきではないかなとこう思っておりますので、き、えー、今日の段階ではまあそこまでは示せられない、まあ、こういうことですのでね、まあ、ぜひ限られた時間の中で、しっかりとご説明なり、理解をしていただけるような方法ですね、先ほどのご意見出てますけれども、再度、ちょっとお伺いをしておきたいと思います。高橋担当部長 はい、あの条例については、今回、こういった規制も含むような条例ですので、周知期間が必要ということで、手続き的には先行してしまうんですけども、そ,のそういった制度の指定とです、ね、指定される京町家の制度、届出制度と、それからその支援策というのは、同じ時期にです、ね、開始できるようにやっていきたいというふうに考えております。引き続きあの丁寧な説明をしていきたいと考えております。安井委員 まあぜひですね、えー、先ほど申しますように短い時間でありますけれども、しっかりとやっていただきたい、強く要望しておきたいと思います、まあ、それときょうの答弁でも、まあ、国への、まあ、いろんな支援を求めていくと、まあ、こういうことでございましたけれども、まあ、今回、えー、京町屋の保全、まあ、継承ということで、まあ、これは京都市独自の問題でありますけれども、まあ、例えば国にそういう支援を持てる場合、まあ、確かに京都市としての お考えはありますけれどもこれ全国にですね、えーまあ、いろんな京町や似通った、えーまあ、家屋文化無形、えー、有形の文化財がです、ね、ある都市があると思うんですね特にこれあの小京都といわれるグループが、えー、日本にもこれいくつかあるわけですねでいろんな形で今申しましたように有形のものもありますけど無形もありますしかし今回はこの有形のものとしてですね それぞれが持っておる特色のあるそういう建築物これはまあ全国に多くあると思うんですねそういった意味ではこう全国ネットで少しやっぱり京都からそういうものを発信していくということの必要性を私は感じ取るんですですからまあ今回は別にしましてこれからの問題として京都市がそういう問題を提起しながら他府県の自治体にもですね 一緒にこういうことを取り組んだらどうですか、やりましょう、まあ、こういうことを広げていかないと、なんか京都市だけがやって <laughs> というような感じで、それが果たして国にね、理解を求められるかといえば、やっぱり国,国としてはやっぱり確かに一定の地方自治体に対しての面もありますけれども、やっぱり広全体、やっぱり全国的な視点でですね、政策を進めていくというのが国でありますから、まあ、ぜひこの辺の、 他、まあ、都市との連携を、ですねこれからもちょっと京都市が先行事例として、こういうことをやりますけれども、えー、図っていかなければいけないのではないかなと思っておりますけど、いかがですか高橋部長、はい、あのおっしゃるとおりです、ねえー、各地にその町屋と言われているものはあります。 で例えばあの、金沢市においてはです、ね、特にその町屋の保全に積極的に取り組んでいるところ,というところでございますので先ほど先生おっしゃられたように国へです、ね、要望するにあたってもその1つの市だけが要望しているわけじゃないんですとこういった町屋を持っている都市に共通の問題なんですと。 ということを言っていくことによって、より京都市のです、ね、要望についてもその、国の方で受け入れやすいような措置ができてくると思いますので、連携についてもです、ね、今後、考えていきたいと思っております安井陰、まあ。ぜひそういった、えー、京都市が先頭に立ってです、ね、やっていくというようなことも、えー、一つはやっぱり市民の皆さん方に対するアピールでありますから、まあ、ぜひよろしくお願いしたいと思っております。 それとです、ね、今回、こういう指定を受けたという情報がいろいろな形で発信していくと、ですねこれあ工事をされるということになります。で、1年間解体なり、何々する場合は1年前にご相談してやまと、こういう話なんですよね。やっぱりあの売買をするというようなあ時になればですね。 1>, 1年前にこんな話できませんからね、だからそうすると、建物自体に1年分のやっぱりリスクがかかってくるわけですな、すぐ労働でも、やっぱりこれ、1年後でないとあ、ね、解体できませんよというようなことになります、まあ、そういった情報が今回のいろんな意見の中での、ご回答の中でもですね、えー、個人情報の方うを、まあ、配慮した上で、 まあ、ということもありますけれども、やっぱり事業者、またそういったものに対して、えーまあ、情報が発信されていくと、まあ、こういうことになっていですね。そうしますと、今申しましたように、まあ、所有者としては、えー、その指定を受け取ることによって、やっぱりあの、ね、売るとか、潰すというのはやっぱり制限があるわけですから、そういったことが、えーまあ、そのことによって、まあ、不利益とは言えませんが、そういった 扱いいいいいにつななががっていくんじゃないかなと、まあ、こういう思いがあるんですねですから、個人情報についていろいろと配慮したいとこういうことがありますけれども、一方で公にま工事をしていくということがありますけれども、その辺の工夫ていうんですかね、えー、について、今の段階でどのようなお考えなのか。高橋担当部長。あの 今回の条例では、まあ、所有者の方にですね、指定された京町屋の所有者の方に、えー 取り壊しの1年前までにです、ね、届出を出してもらうということをお願いするわけですけれども、それに加えまして、解体工事業者の方にですね、所有者の方が届け出を出しているかどうか確認するとか、あとは解体工事の前にです、ね、届出を出すとか、そういったことをお願いする予定でございます。そうううしますとととと指定されてていいいいるかかかどうかということについてです、ね、分からないと解体工事業者があのその まあ、義務を果たせないということがありますので、そこは公、ま、示、あ、という形で,です、ねえー、知らせていくということがどうしても必要になってくると思っております。でまたあの、京町屋を保全するためにはです、ね、新しい所有者の方にもその指定された京町屋であるということは、やはりあの知らせる必要があるというふうに考えておりまして、必要な措置だろうと思っております。であの先ほどです、ね、あったた、えー、例えば将来的に、えー、更地にしして売却をしたいとか そういったあ、もしもご意向がある場合にはです、ねえー、そのご意向がある段、まああの、将来いつかははっきりしないけども、まあ、1年程度以上あにですね、 そういうい取り壊しをする予定があるということであれば、早めにご相談いただいて、ですね、えーまあ、あの京町家の活用の可能性があるのかどうか残せ、残した形で活用できる可能性があるのかどうかについて、です、ねえー、いろいろご提案をさせていただいたりとか、マッチングをさせていただいたりとか、そういうことができるかと思います、それによってですね、まあ、1年間ということについて、その実際に、えー、と負担を持ってですね、ま、待たなきゃいけないという時間を減らすことができると思いますので、そういった工夫はしていきたいと思っております。以上です 安そのこともさることながら、ですね、えー、所有者が、えー、その指定を受けていることによって、まあ、例えば今はまあ解体業者ということですが、これはまあ解体の手続きの話であって、ですね不動産業者がそういう情報を持ったときに、えーまあね、売りたいんですと、しかし、えー、今、売りたいんだけども、そういう指定を受けていることによって、 いろんな制約ついてますよとなってきますとねやっぱりその売買等の場合はね解体の場合はもうさ1年前なんですけれどもそういう情報が今回まあ業界というこれは不動産業界も含めてですね解体業者も含めて事前にこういうことで向上されたりするわけですからそのことによって個人が 不利益を被るというような事態が予測をされるんですね、そういうことを承知で買っていただければいいんですけれども、やっぱりなかなかそういうことになりきれないということがございますけれども、そういった点で、業界との連携について、取っていく必要は十分に感じてますけれども、一方で、そういう部分、少し危惧する部分があるんですけれども、その辺の見解をお聞きをしておきたい。 高橋担当部長、えっとまあ、京町屋のです、ね、保全を実効性を持ってやっていくためには、その今回、まあ、1年前までの届出というのが必要になってくると考えております、であの京町屋を指定する際にです、ね、今回、我々としては同意は取らないわけなんですけれども、その制度の仕組みについて、ご納得をいただいて指定をしていくと。 いうことが重要かと思っておりますので、まあ、指定にあたっては、ですね事前に情報提供をするとか、そういった取り組みをしていきたいというふうに考えております安井委員まあぜひ、そういった情報のまあ工事についても、ですねあらかじめ、えー、消費者の皆さん方がまあ理解をして、いや、この制度についてはこうですよ、しっかりですねそういう点も理解をしていただかないと。 あとで、そういうなんか指定を受けたことによって不利益を被ったとかです、ね、うなことが出ればです、ね、ちょっと大変なことなんで、まあ、あのビニールサインにです、ね、ご説明をして、理解をしてもらっていただきたいと、こう思うところでございますので、よろしくお願いをしておきたいと思います。それと、京町屋を所有されている方で、いろんなレベルがあると思うんですね、先ほど来から言ってますように、周辺部では自分が進んでおるというのが中心でありますけれども、 やっぱりあの京都の市内の中心部になりますと、えー、今でも、えーまあ、どっかの企業にお貸しをしたり、えー、売ったりですねそのことによって、まあ、いろんな収入も含めてメリットを感じておられる、ね、皆さん方がおられます、まあ、一方でそうでない部分がございますでやっぱり収入を得られる方はまたあのそれを買われたで営業をされる方についてはそういう収支の中でですね 外観とか内装も含めて、まあ、きっちりこれあの、ね、やっていけるわけですわ資本投下できるわけですわですから、えー、そういう部分と例えば周辺部で、えー、先ほど言っているように、まあ、回収なり回送なりする時のです、ね、条件がこれ同じであればです、ね、非常にやっぱり同じ共馬チであっても、えー、受けられる状況がやっぱり違うと思うんですねそ辺は、えー、これからまあ支援策 まあ本来は一律という考えが一番いいかも分かりませんがやっぱりその所有条件によって立地条件によってですね全然その違うわけですからなだからその辺はですねどのようなお考えを持っておられるのかと、まあ、今申しました支援はねそれは一律が一番いいねけけどもやっぱりそうでない部分がありません、ね、そうするとやっぱり同じ所有者の中で 財産を活用している方、活用できない方、いろいろあるんですね、この辺については、どのようなお考えをお持ちでしょうか。高橋部部長、はいあのまあ、街中とです、ね、周,その周辺部で 活用の可能性に違いがあるんじゃないかということかと思います、そのまあ、今回です、ねえー、事前に届け出をしていただいて、さまざまな活用提案をさせていただく、またマッチングをさせていただく、そういう中で、所有者の方々のニーズに合ったです、ね、形の,その提案ができるように、民間事業者とも連携しながらやっていきたいと思っております。 であの女性についてです、ね、その地域別なり、世帯の状況別ということが可能なのかというのは、なかなかです、ね、ちょっとそこまでまだ今現段階で言えるものではないですけれども、その京町家のです、ね、保全継承に有効な、まあ、効果的なです、ね、支援策、どうあるべきかということについて、今後、検討を進めていきたいと思っております。ぜひあのそういった意味で,です、ねえー 例えばその内装が営業のために京町や封じしていくとかですねなりますと、えー、やっぱり趣旨が変わってくると思うんですね。守っていくのと営業上やるのとですね違うわけでありますからそういったことを、まあ、格差をつけることがまあ本当は良くないんですけどもやっぱりあのそういう状況がやっぱり今後生まれてくると思うんですね。えーまあ、4万件のうちで、えー、今回 えまあ徐々にに段階的にやっぱり成功していくと、まあ、最終的には4万円をまあ指定されるのかどうか分かりませんけれども、まあ、そういった中で特にやっぱり段階的にやっていこうと思ったらやっぱり今あのこう目立つとこをや,やっていかはると思うんですねそうしますと目立つとこはやっぱり、えー、まあ興味のことですから、まあ、営業したりですねいろんな形やってありますわ、えー、それをその京町屋というのを利用しながら 収入を得ているというところも多いわけでありますから、特にまあ市内中部についてはそういうところがまあ多いんではないかなとこう思いますね。ですからまあそういった意味では、えー、そういう支援策についてまあ多少はやっぱりそういうことも考慮しながらいかないと、片方は営業上の階層に補助をする、片方は自らの生活の部分でですねやっていかざるを得ない。まあそういったこと。 まあいろんな事情がやっぱり違うと思いますのでぜひ、まあ、とこういった点についてもです、ねまあ、しっかりやっぱりどっかでやっぱりこう線引きをしていかないと、えー、まあ同じ視点を受けていろんな苦情が出てくるんじゃないかなと思いますので、まあ、そういった配慮をです、ねえー、今回は京都市が条例化してやるということですから、まあ、そういったこともやっぱり配慮するような、まあ、ことができるかどうかは別にしましてやっぱり配慮するようなことも。 頭入れながら、やっぱり進めていただきたいなとう思うんですけれども、その辺だけお伺いしておきます高橋担当部長はい、あのいただいたご意見も踏まえましてです、ね、支援策、効果的な支援策、やはりあの件数が多いものですから、よりその効率的かつ効果的にやらなければいけないと考えております、そういう中でどういう支援策をするのが良いのか、今後、しっかり検討していきたいというふうに考えております。<laughs> 安井委員 まああの先ほど都民の方からですねまあ文化庁の移転に対して、京都市でまあこういうことを率先してやることについて、またあの関係者について、皆さん方もまあ一回見てもらわないかんなと、こういうお話がありましたけれども、例えば、この京町屋をですね京都市が例えば借り上げをして、これから文化庁の皆さん方もこれ、お住みにならないかんわけですから、東京から来られてですね、 えーまあ、どこかのマンションに住むということもいいけれどもやっぱりあのこれだけの京町屋があるということは皆さん方が、えー、確認されているわけですから特にまあ市内部に多いわけですから、まあ、そういったものをまあ公的に、まあ、例えばですよ借り上げをしてです、ね、文化庁に来られた職員さんのまあ住居に例えばあお願いするとかです,、ね、すれば。 もっとやっぱり京都市の全体のやっぱりこの京町を守っていこうと継承していこうということの資質がやっぱり向上すると思うんですね外部的にですからまあそういったことをですねぜひお取り組みをまあしていただきたいなとこれはまあ <laughs> 金もかかる話ですからやりませんけどもそういったことを意見としてですね要望として求めておきたいと思いますそれと最後にですねこの京町屋と古民家 との違いですねま先ほどもご質問あったわけですけれどもその辺の違いはどのど,どういうことで市民的に理解したらいいのかちょっとよろしくお願いしたいなと。高橋担当部長あの京町屋と古民家の違いでございますけれども <laughs> その本条例ではですね市内の木造建築物で 伝統的な構造また京町屋のですね特徴的な形態または衣装を有するものということでございますで京町屋の形態または衣装を有するものというのはですねパブリックコメントの資料の中にまあ一旦つけてはいるんですけどもその今回のパブリックコメント、まあ、意見募集の中でもですね、えー そのはっきり自分の家が京町社かどうかあの分かりにくいというご意見もいただいてますので、よりこの定義については、具体化を図っていきたいと思っております。で、その、この定義、まあ、この特徴ある形態としてですね、虫こもらとかあ土壁、えー、格子とか、そういったものがございますけれども、<laughs> そういったものがあれば、でかつその昭和25年以前に建てられたものであれば、 その今回の条例の対象になる逆に言えばあ、そういったものがなければ、条例の対象にはならないと、そういったご理解をしていただいていいかと思います安井委員、まああの。非常に難しい区 <laughs> 分<の> <laughs> <laughs> けやと思うんですね、古民家と京町屋ね。でね、やっぱりあの、えー、古民家、まあ、私も定義は分かりませんけれども、古民家と言われるところもです、ね、うん、この京町屋風の、まあ、構造。 がありますうーんその辺がねどう,どう違うかなとで、まあ、指定を受けると、まあ、いろんな支援もあるけれども、えー、リスクもあるという状況の中でいやいやもう俺とかもう古民家のうちで結構ですよと <laughs> 例えばそういうようなことがねやっぱり出てくるんではないかなと、まあ、ただあの事前に4万件という部分を調査をしてですね、まあ、一定の資料をお持ちでありますからその辺は。 この4万件は京町屋という一つの定義づけで、ね、今回もやっていかれると思うんですけどもやっぱりあの古民家の中でやっぱり京町屋的なとこもあると思うんですねですからまあその辺は今回のまあ4万件ということでありますけども今後やっぱ京都のこう土地柄周辺部も含めてですねやっぱり古民家ということも多いわけでありますから。 その辺についてしっかりと皆さん方も定義づけを持っていかないと、まいろんな問題が出るんじゃないかなと思います。それについてちょっとお伺いをしてきます。高橋担当部長。 あのおっしゃる通りですね。今現在、その定義について若干分かりにくいというご意見いただいてますので、よりまああの具体化していくとともにですね。一般の方にも分かりやすいように、そのイラストなどを使ってですね周知を図っていきたいと思います。また、あの指定をする際に、例えばあの自分の家はあ古民家であるとか。 もしくはそのただの古い住宅で、えー、京町屋ではないとか、そういったそのご意見も出てくる可能性はあるわけで、そのときにわれわれとして、その定義をしっかりお示しして、えー、こういう理由で京町屋なんです、かつその指定される京町屋ですから、景観的、ほか文化の継承の観点からです、ね、重要な京町屋なんですということをご説明できるようにしていきたいというふうに考えております私も含めまして、まあ、午前中、いろんな論議がございました。 また、何人かもまたあろうかと思いますけれども、そういったご意見なり、要望なりです、ね、やっぱりいろんなことを考慮しながら、この条例化、また、実施に向けて、課題があるということも認識しながらです、ね、やっていっていただきたいなと思います。いずれにしまして、冒頭言いましたように、この条例を進めていくということについてのサインは持っておりますので、 まあ、ぜひ、そういった今日までのいろんなご要望、またご意見、まあ、そしてまた今回のパブリックコメント、まあ、こういったことも十分に認識をしていただいて、より良いやっぱり条例、そしてより良い京町屋の保全継承ということにつなげていただければと思いますけど最後にはその辺の思いだけを求めておきたいと思います高橋担当部長。はい あの今おっしゃっていただいたように、えー、京町家の保全継承を実効性をもってです、ね、進めていくと、まあ、より良い京町家をきちんと残していくということが重要かと思ってますので、まあ、市民の皆さんのご理解、ご協力を得られるようにです、ね、今後も丁寧な説明を行ってまいりたいと思っております続きまして、森川副院長。 え先日、のこの条例案の骨子案がえ示されまして、ですね私、否定的な発言をさせていただきました、理由は、ですねやはりまず、こういったパブリックコメント、あるいは市民の意見、とりわけ、のこの京町屋と称される方、当事者の方からご意見を聞いた上でで、すね条例を作る、あるいはあの午前中、来議論がありました、具体策をですねしっかりと持ってからですね、 やはりあのこういうものを定めるべきであると、であるいは対象についてもです、ね、あの知らないままにです、ね、自分の住んでいるとこを所有しているところが対象にかかってしまうと、しかもです、ねえーまあ、この条例の、えー、規定するところによると、罰則規定があるということですから、私はのプロセス論、あるいはその具体策がないままに条例を作るのは、 いいいかかがなものかというお話をさせていただ、きましたただ午前中の議論を聞いておりまして、またこの冊子を読んでおりまして、やはり今回の条例の肝は、ですね事前にまずは把握をさせていただきたいと、そして京都市と一緒になって町屋を残していただきたいんだと、あるいは町屋の価値について気づいていただきたいというところにこの肝があるのか,なああるのかと、そのあたりはまずは確認をしておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 高橋担当部長、はい、あの今、先生がおっしゃったとおりでございます、今回の条例につきましては、あ取り壊しの可能性をで,す、ねえー、っとできるだけ早く把握をして、 まあ、あの所有者の方のニーズに応じたですねいろんな提案をさせていただく、それによって結果的に京町家の保全、または継承につなげていきたいと、そういう趣旨でございます、もともとちょっとパブリックコメントの治療をか作るときに、少しその規制の方がが強く書かれているような冊子になってしまったこともあって、ですね、えーあのまあ、議員の皆様からもご意見いただきましたし、市民の皆様からもですねあの規制先行型だというようなご意見をいただいているところでございます。 そこをしっかりとやっていきたいというふうに思っております森川副委員長。この科料の代償は、さまざまな評価があると思うんですけど、やはり私は罰則であるとか、過料ということについて、これをもう、そういう条例を作るんだというんであればです、ね、やはりあの議論、司会の意見、あるいはパブリックコメントの意見をしっかり踏まえるべきであったなというふうには思います。ただまあそれはもう後先があろうとです、ね、こののパブリックコメントの内容 あるいはこの委員会での議論を聞いていますと、やはりパブリックコメントでいただいた市民のご意見、あるいは我々議員が申し上げている意見というのは、もうおおよそほとんど共通するところがあると思ってまして、かつ町家を残していこうという思いは、これは最も共通するところがあるんだ,なあるんだろうなというふうに聞いております。ですからおっっしゃったように今後はです、ね、具体策 とりわけお金の問題というのが、私あの、まずはあると思うんですが、国への要望ということもありましたが、あのただ一方で、今、新税の在り方の議論がされてまして、お金がじあの実際どれだけかかるのかというところをです、ね、やはりあの局としてもしっかりとあの予算立てといいますか、把握をしておかないと、建設的な新税の,議論議論の在り方にも私はつながらないんじゃないかなと。先ほど、納税の、あの 給付金集,あの集まったものをです、ねえー、活用の免許をご検討ということですがふるさと納税、非常に京都市厳しいあの状況ということも私は承知をしておりましてやはりあの言ってもです、ね、やはりあのお金の問題というのがとりわけ私はあの大事だろうなと思いますから並行してこれ、新税のあり方の議論がされているわけですからしっかりとこの町田を残していくのに実際どれだけかかるんだということをです、ね、何かこう把,握把握していくと。 ということをぜひあの国への要望ということだけではなくて市として何ができるのかということをです、ね、あのぜひあのご検討をしていただきたいと思いますでそれとです、ね、あの相続の、えー、時点であのこの取り壊しがあるということはもうケースとして非常に多いということでこの骨子案にも明記されているわけですけどもあの相続税、国に求める要望なんですが あの相続税の猶予、あるいはその期間の猶予ということを要望、そこを中心に要望されているということなんですが、それはあとのあのりわけ私が注目しているのは、この1年前に届けることが義務になる一方で、相続税の方は10ヶ月ですね、お亡くなりになられてから10ヶ月、もう払わないといけないという状況ですから、1年と10ヶ月ということについては、これはもう速やかにですね、期間だけでもですね、猶予をしていただくような、 心に要望を特化していただくことによって、具体的なものとして反映をしていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか高橋担当部長、はい、あの相続税の納税猶予なりあの、相続税の評価額の軽減について、現在、あの国に対して要望を行っておりまして、 その今おっしゃられたことについてもですね国に対しても申し上げていきたいと思います。また、あの相続税まあ、あの相続税の支払い時期というのがまあ、10ヶ月以内にというのがございますので、そのまずはですね。まあ、も国への要望も当然やっていくわけなんですけども、そのそういった状況にある中でですね。できるだけ早く活用提案の活用の提案をしていくとかマッチングをしていって。 えー、所有者の方に負担がかからないようにです、ね、やっていくというのが重要かと思っていますので、その辺です、ねまあたり、民間事業者も連携して、あのスピーディーに、えーまあ、マッチング等を行えるように、えー、体制を組んでいきたいと思っています森川副委員長まああの。相続になりますと、解体して売却、あるいはそのまま売却してしまうということも、いろいろ、いろんなケースがあると思いますが、やはりあの先ほど今おっしゃったように、 事業者解体事業者からです、ね、しっかりとあの消費者さんに周知する、あるいは飼い主さんに周知していく、働きかけていただくということは何より大事だと思うんですけど何か具体的なものはあるんでしょうか、例えば取引の際に、京、え、都、ー、市のチラシをお渡しするだけなのか、あるいは重要事項の中にそういったものを入れていくのか、何かそういった具体策というものはあるんでしょうか。高橋担当部長 今回の条例の中ではです、ね、その所有者の方に、1年前までの、まあ、指定された京町屋について、1年前までの届け出をお願いするとともに、まあ、不動産事業者、それから解体事業者の方にお願いをするということにしております、不動産事業者の方におかれましては、あの取引の際にです、ね、指定された京町屋であるとか、ないしはその京町屋の定義に該当するとか、そういったことについて、情報提供をしていただきたいというふうに考えておりまして、これについてはです、ね、あの関係団体と、 どういったやり方でご協力いただけるのかとかですね、ご相談をさせていただいているところでございます、また解体工事業者につきましては、所有者の方の届出について、確認をしてもらうというのと、その解体工事、京町屋の解体工事に着手する前に、 市の方に届けていただくということで考えておりまして、ここはどういうやり方でということについてはです、ね、解体工事業者さんに今はお任せしているところでございますけれども、例えばリサイクル法、建設リサイクル法に基づきましてです、ね、大きな住宅の場合には、解体工事の前に届け出をすることになっておりますので、そういったものを参考にです、ね、京町やについても解体の届け出をしてほしいとか、そういった調整を今後していくということを考えております。 森川副委員長。はい、あの今回の条例のまあ,あの肝要点というところで、まずは京都市に届けてもらいたいということで、それは不動産事業者も解体事業者も同じであって、そこの協力も得たいということだ,だろうと思います。あのまあ、これはあのご提案になるかわからないんですが、あの民泊であればですね。ま、あれはもうあの緊急性がありますから、窓口を設けられたということだと思うんですけども、こうしたあの京都市に。 届けてもらいたいという思いが私、皆さんの方であるんであれば私もそれはもうアクシカルだと思いますから賛成はするんですが窓口というかホットラインというようなものをですね設けることは私はできないのかというふうにあの思います。あのまあ、一つののの例を申し上げたいんでですが、まあ、あの今回のパブリックコメントの結果で そもそも自分のところが京町屋かどうかわからないであるとかあの一番私は漏らしてはいけないと思うのが京町屋を残したいという思いがあるけれどもとは言ってもどこに相談していいのかわからないあるいはもう売却,し売却を急がないといけないというのはいろんな事情があると思うんですねところがその、まあ、一義的にその方がご相談されるのは 京都市ではなくて業者さんであれば、まあ、理解のある業者さんであればそういった今回こういう条例ができましたよと指定されましたよとなるんですが、まあ、私でお付き合いしている、まあ、あの数少ないですが不動産業者さん解体業者さんお話聞いていてももちろんこういう条例の動きも知らないですしなんとなく京都市は厳しいですよねということはあるんですけどもいざそのいわゆる解体する段になって。 あるいはいざその建築指導官に行くときになって初めて気づくパターンってままあると私は思うんですね。ですので私はあの窓口を1つ、まあ、電話番号、何か分かりやすい番号であればいいんですけども、ホットラインのようなものを設けると、あのそういったことが皆さん今回、条例を作られる趣旨に私はかなうものだと思うんですが、あのいかがでしょうか。高橋担当部長 あの、今回えー、まあ、対象となる京町家がかなり多いものですから、相談の件数もそれなりに多くなってくると思っております。そういう中で、その、えー、所有者の方がですね。相談できる先というのは？ いくつか設けた方がいいんじゃないかとまあ、具体的に言いますとその市ももちろん相談対象になりますけどもまあ、あの民間事業者とかですねあとは従来から京都市の景観まちづくりセンターの方でも相談窓口を持っておりますのでそういったところも活用しながらですねまずは最初の相談をしていただくという体制を整えたいと思っておりますで、届出につきましてはこれは市に対して行う行為ですのでその窓口においてですね取り壊しの可能性ありということが判明した場合にはですね届出を 市の方に出してもらうと、そういう誘導をしてもらうことを考えております。すみません、あの正午を過ぎましたが、えー、森川副委員長の質疑の後に、えー、都市計画局の一般質問の質問項目の聴取、ここまで終えてから休憩に入りたいと思いますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。で森川副委員長。はい、あのまあ、相談窓口あるいは相談箇所というのは複数ある方が私もいいと思うんですが。 かえってどこに行けばいいかわからないという問題もあるでしょうし、やはりあの何よりあのこの市民にこの京町屋を残していきたいという京都市の思いであるとか、一緒に残していきましょうという思いであるとか、あるいはあ,のあなたのお住まいのところが京町屋かもしれませんよということを気づいていただくということもあるんでしたら、ぜひあの市民にとって、市民にとって連絡しやすいようなものをです、ね、<laughs> ぜひお考えいただきたいと。 あとあのチラシのポスティングということがありましたが今回、これ4万件を対象に、えー、されているということだと思うんですが私はあの、まあ、あのそのポスティングは少し荒いんではないかというご意見もありましたが私、全くその通りだと思っていましてあのこれ、先日の委員会で申し上げていましたが固定資産税の納付書はしっかりと届くのにこのチラシが届かないということは私はあ,のあってはならんと同じ京都市から発送されるものですから京都市の広報物ですからですので私は それが技術的な面、いわゆる費用の面、私はそこは詳しくはないんですが、固定資産税の納付書に同意するのか、あるいはそこの封筒に記載するのか、いろんな工夫をやっぱり私はやっていただいて、皆さんがおっしゃられるその教養町家を一緒に残していただきたいんだというところのコンセプトをですねしっかり伝わるように、工夫の余地が私はあるんじゃないかなと、固定資産税。であの おお持ちで他府県にお住まいの方はどれだけいらっしゃるかちょっというのは把握されているかどうかあると思うんですけど、あの他府県の方には届きません、ですので、私はあのぜひそういったものも検討していただきたいと、であとあの、これ、一つの事例、あの今後、事例集のようなものを市民の皆さんに提示して、こういう活用の方法があるんだ、あるいは残していけるんだ、あるいは売却してこういう手法を取るんだというような事例集を私もあってしかるべきだなと思ってまして、いろんな補助制度がある中で、 自分の家がどのところに当てはまるのかというところについてはなかなか理解が進まないですからですから私は事例集をのようなものはあってしかるべきだと私も思っておりましてであのお伺いしたいんですがあの私周辺区私も周辺区で西京区なんですがあのやはり、えー大,正えー、大正5年か10年ほどのに建築されたもんでかつ土地を守りたい。 あるいは建物を残したいといいいとう思いの方がいらっっしゃってただもう空き家になってしまっているという状況ですでもそこに営業に来るのはマンション事業者だけということでただマンションにするには忍びないというような思いを持っておられましてまあ個別の小さなケースかわからないんですが今回おそらくこの西京区ということもあって、えー、まあ,あの具体的に言いますと阪急上葛駅界隈なんですがあのこの対象には漏れるのかなと。 漏れるというかあのこの対象地には、なななららいいのかかという,ふうに思っててましてですから私はあの、まあ、ポスティングをされるんだったら前後なのかあるいは西京区民新聞にあなたのお住まいのところは今日、町やかもしれませんよとか、まあ、いろんな広報のやり方を考えるべきだと思うんですが私、大事なのは残したいという思いの方を漏らさないようにぜひ4万件以外の方も極力残したいんだと利回りの計算もするけど。 ただ、周辺のことを考えたらあの歴,史的歴史的なことも考えたら利回り10%じゃなくて3%でもいいけど残したいという方も私はいらっしゃるというふうに期待をしてましてですでぜひ本当にこうあの個別具体的なあの本当に小さなケースかわからないんですがあのといいますのもモデルを示してくれということで資料を事前にいただいたのが南区,で南区の洛陽工業高等学校の近くですね おおよそ私ここは京町屋が並んでいるような地域ではないのかなというところなんですがそういう理解なんですが京町屋併設の工場を新設されたとこれは皆さんの働きかけでこういうことになったと京町屋を使った形で工場をされるということで私もこれ非常にあの優れたいい例だなと思ってましてですので私はこれあの南区 まさにこれ、南区も周辺かどうかということもあるんですが、あの京町家が並んでいる地域ではない、あるいは観光地ではないような地域でも、こうやって残したいという方は、私は少なからずいらっしゃると思いますから、その周知の方法について、少し工夫をしていただく余地があるんじゃないかなというふうに思いますが、いかがでしょうか。高橋担当部長 はい、あのまずそのポスティングのことについてでございますけれども、我々、まあ、我々としてはです、ね、所有者の方にしっかりとその条例の内容について、えー、伝わることが重要だと思っておりますので、あの今、ご提案のあったです、ねえー、固定資産税の,その納付書の中に、 一緒にその紙を入れるということも含めて、検討したいというふうに思っております、ちなみにあの空き家の関係で言いますと、現在でもで、空き家の,その関係で言いますと、現在でもその固定資産税の負付の中に、そういったチラシを入れ,るという入れているというのも聞いてますので、そういった取り組みも参考にしていきたいと思っております。ままたあのえと南区のですね事例につきましてですけれどもあのまあこれは工場を作って 町青工場の企業がです、ね、研究開発施設として作ったということなんですけれども産業観光局とですねから景観まちづくりセンターが あの連携して、ですねこの所有者の企業さんに、保全活用について提案をしていき、ですね結果的にそういった活用がされたということになっております、今後、さまざまな事例を集めて、皆さんにですねこういった事例の活用の仕方もありますよということを周知していきたいと思っておりますので、この事例も含めて、ですねどういった事例を皆さんにご紹介したらよいのか、検討していきたいと思っております。 森川副委員長、はい、ぜひあの、えー、周知の工夫、あるいは事例をです、ね、あのまあ、先ほどイラストで示していく、京町の定義をしイラストで示していくということもありま,すけどありましたけど、併せてその活用例をです、ね、やはりあの市民の皆様にあのしっかりとこう示していただけるようなものをです、ね、ぜひあのお願いしたいと思います。で最後にですねあの 少しお伺いできていなかったのかなと思うんですが、まあ、他局と連携して今回はこういう参観と連携してこういう成功例がありますということなんですが他局ともぜひ連携をしていただきたいとでその町屋の活用にはですね京都市の課題公的な課題を達成する両立することによって京町屋を残していくということも私は市民の皆様への具体策になるんじゃないかなと思ってまして、まあ、あの財政的な支援というのは難しいと思います。 正直難しいところがあって議論を待たないといけないとあの思います、まあ、私は新税の在り,り方の議論の中にも私は京町屋の保全というものについてはしっかりと入れていただきたいと思っているんですが税金というのは非常に難しいというふうには思っていますただあのその京都市が抱える公的な課題民泊もそうですし介護施設が足りなければ介護施設として使っていただける方法はないのかあるいは小規模保育施設にする活用方法はないのか あの皆さんのところで把握できるのは公的な課題であるなというふうに思っておりまして、それは私は他局との連携を、しっかりそれは参観だけではなくて、保健福祉局、あるいはえ他局ですね、との連携をしっかりやっていただきたいと思うんですが、それはの親善の在り方で言えば行財政局になるんですが、この京町屋を保,存保全することについての、他局との連携ということについてはいかがでしょうか。高橋担当部長 あの今回、京町屋を保全していくと、そのためにはさまざまな活用方法というのが考えられますし その活用の,その選択肢を増やしていくことが重要かと思います。で今、ご紹介のあったですね例えばあの高齢者向けの施設として使えないのかということについて言いますと、まあ、これまでもですねその小規模多機能型の居宅介護の施設等として、一部使われているものもありますので、そういった事例をですねご紹介するとともに、またあの関係部局とも連携して、そういった取り組みをしていく際に、 どういった課題課題になるのかとかより広げていくためにはどうしたらいいのかとかいろいろとです、ね、調整をして活用の可能性を増やしていきたいと考えております以上です森川副委員長ぜひお願いしたいと思いますあの私マンションの、えー、いわゆるマンションまあ、土地活用の営業していたことがありましてもう本当にシンプルで利回りをこんだけですよということでもう商品を売るだけですでも皆様のところの えと具体策というのはやはりあのそういった利回り計算のようなものだけではなくてまあそれも必要なんですけどもそれだけではなくて京都市としてこういう課題があるからこういう活用しませんかということでえ提案されると私はあのご納得いただける方が私は少なからず京都にはいらっしゃるんじゃないかなと思いますからですからお金以外のことでいうと京都市ができることで言えばそうしたこと規制っていうものを司るあのる権限があるわけですから例えば介護施設として京町屋を。 残していただけるんだったら、その介護施設の要件を少し緩和するとか、あるいは民泊として活用していただく、その選択肢を取っていただけるんだったらどうだとかと、いうようなところをです、ね、しっかり検討いただくようにお願いして終わりたいと思います他にございませんかなければ以上で、報告調書を終わりますが、この際、都市計画局に対して、質問がある方はただいま挙手していただき、あらかじめ質問内容をお申し上げていただきますようお願いをいたします。 いかかがでしょうか都市計画局、はい、西野委員私からは市営住宅に関係する質問をいくつかさせていただきたいと思います。環境の改善だとか、あの親子ペアの住居の活用だとか、まあ、入居要件について質問させていただきます。はい、では森田委員 八丈市営住宅の再生事業について、えっと、質問させていただきますでは、川島委員、えー。市営住宅の家賃の低収入減免の申請について、あのお伺いさせていただきまほか、はい、よろしいですか、それでは、えー、ただいまお申し出のあった質問について、森田委員、川島委員、西野委員の順で行うことといたします。えー 一般質問については午後1時15分から始めますので、それまで暫時休憩いたします。